それでは、えー、実践力パープ講座、えー、民法の1回目を始めます。えー、皆さんこんこにちは はい、ではあの、の今日ですね、いよいよ、えー、民法の一回目の開講となりました。えー、これから少しね、えー、長丁場となりますけれども、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、まあ、あの私もね、えーっとまあ普段大阪で講義させてもらってるんですけども、まあ、今回はこちら、新宿の方にも来させていただいて、えー、日曜日、新宿で2コマ。 えー、そして大阪で、えー、木曜日ですね、一コマさせていただきます。まあ、交互にこう中継するような形になっているからね、えー、新宿、えー、と通える方はもう日曜日、ぜひ通ってください。あの自宅で見るとね、あのなかなかペースメイク難しいからね、あのもう通るときはぜひね、えー、通学してください。で、えっ、ー、と木曜日やっている分は、えー、と大阪からの配信となりますから、こちらの方は。 まあ校舎に来てもらって受けてもらってもいいですし、場合によっては、ズーム等で、ね、ご覧になっていただいても結構です。はい、そういう形で、えー、新宿で主要4科目で、えー、大阪でマイナー科目という形で並行してやっていきます。えー、お手元のほうにです、ねえー、学習スケジュールというものがあるかと思います。ちょっとそちらご覧ください。 こちらの学習、えー、スケジュール、えー。ウェブでご覧の方は、ウェブ上でね、えー、ダウンロードできるかと思います。えー、基本的に、こちらの実践力の方が、日曜日に新築、L、えー、タワー校で、えー、主要4科目をやっていきます。で木曜日は梅田の方でマイナー科目を並行してやっていきます。えー と7月のこれ、スケジュールですけど、7月はまだ民法ね、1回目、2回目、3回目っていうところになります。はい、そちらの下をご覧くださいえ。メインテキスト、これは昨年の,え昨年のテキストの、ね、えペースベースにした数字です。大体いい、各回、こんな感じで進んでいくと思っておいてください。で、えー、っとね、 あのやる、まあ、分野にもよりますけれども、私の講義は基本的には、もうテキスト大体ペースをこう割り算して進んでいくと思っておいてください。はい、そして、えー、とまずこのメインテキストの方ですけれども、これは時間が取れる方、取れない方、もうこれは関係なくですね、講義で進んだ歌詞の A ランク、B ランク論点、これ、印をつけていきます。そこのの論点の復習は必ずやってください でまた後で見ていただきますけれども、私の講義では C ランクとするところが圧倒的に多いです。もうどんどんカットをしていくところ。で、カットをしていく C ランクは、えー、もう日頃は読んで覚える必要はないです。で、たまに、当連などで枝で出てきたりすることがあるので、そういったときに参考に戻って読んでもらったら結構。いや、あの日頃から、その A ランクも B ランクも C ランクも、要はテキストの全部ということですね。 全部読んじゃうと、えー、結局、えー、ピントがずれてしまいます。論点がぼやけてしまいます。まあ、私はそういったやり方ではなくて、C ランクはどんどんカットして、A と B に特化して、とにかくその基本論点を徹底的に正確に覚えていこうっていうね、そういったスタンスでやっていきます。はい、なので、えーまあ、これは時間取れるかと取れない方、えーまあ、いずれもそのマークしているところ、それはまず復習してください。 で復習の,、まあ、あの一つのやり方としては、例えばこれ一つめくってもらって、これは9月となりますけれども、えー、っとたまにはこんな感じで休みが入ったりします、休み。で基本的には、えー、日、木というスケジュール、はい。なので、日曜日にメイン科目2組やります。 そしたらこの復習を月か水でやるということです。で、やることはまずメインテキスト。で、それはもうマークだけ読む。で、あとはこのメインテキストに沿って過去問レジュメがありますので、えその過去問レジュメの同じ範囲のところです。それをしっかりと練習しておくこと。で、その過去問レジュメからこの次回の講義。なので、 日曜日に新宿で講義をやったら次の生クラス、梅田で木曜日生クラスになります。この梅田の生クラスのときにこちらの分の確認テストをやります。で、確認テストは講義の開始前、10分間の時間をとってやります。で、次にこの梅田でマイナー科目をやりました。この復習は翌日ぐらいにやってもらって、これのやはり過去問もしてもらって、でその過去問の確認テストが次、この24日。 という形で、えー、この新宿のところについては2コマあるんで、この2コマ分の、えー、2コマ分の確認テストを次の木曜日って形ね。で、木曜日の確認テストを日曜、次の24。で、またこの2コマ分の確認テストを次の木曜日っていう順序です。で、確認テストはこの梅田のところでは講義開始前だけど、新宿は2コマありますから、これはこの 間のお昼の間の時間帯でやっていきます。2コマ目が15時にスタートですから、14時50分から、講義開始前にね、14時50分から確認テストをスタートします。たいもう5分ぐらいで解ける問題です。で、それをやってもらって、えー、この講義の冒頭で、答え前,えー、と前の側に私が移しますから、それで自己採点してください。 はい。まあ、徐々にね、あの慣れていってもらったらペースね、掴めてくると思います。で、確認テストあの、なので、私が、こう、皆さんの答案回収して、えー、採点して、皆さんの出来をチェックするっていうものじゃありません。まあ、だから、ある意味、気楽に受けてください。ね。でもね、気楽に受けるからって言って、手を抜いていいっていう話はないですよ。ね。気楽に受けてもらったらいい、ね、成績はチェックしないけど、気楽に受けてもらったらいいけど、ね、これは毎回満点を目指す。 っていう、ね、つもりでやってください。はい、そしてね、今の各問、えー、ごめんなさい、確認テストの,あの範囲もね、ちょっと先に言っておきますと、各回やったところを、えー、出すんだけど、確、えー、問レジュメ見てください、各問レジュメ。はい、こちら、最初めくっていただくと、はい、単に四角になっているところと、それから、 A がついているところがあります。で、この A がついている問題が必須問題と思ってください。はい、なので、まずこの過去問メ復習でやるときは、この A ランク問題、これから潰していってください。で、えー、これも人それぞれですけども、もうあまり勉強時間が取れないんだということは、とりあえずはこの A ランク問題、これだけやっていってください。で、逆に時間が、えー しっかりと取れるという方は、まずはこの A ランク問題を潰して、えー、そしてそれができたらそれ以外です。まあ、それ以外もやってください。で、えーまあ、私がやってほしいのは、当然です、ね、そのやった範囲のこの過去問の枝、まあ、これはすべて、ね、やっていただくのが理想です。はい、ただ、時間が難しければ、まあ、その A のところに絞ってやりましょうと、ね、いうこと。 はい、過去問レジュメも講義の中でまた見ていきますからね。はい、じゃあもう一度、こちらのすみませんレジュメの方、はい、過去問レジュメについては、時間取れる方は講義で進んだ範囲の全枝、まあ、この目標にやってください、えー。そして時間が取れない方は、主要4科目は、えー、A の印がついている枝、まずそれを潰す。 からマイナー科目は、ね、これはすみません、ちょっと A の印ついてないので、これは年度で区切ってください。憲法は平成15年以降で、それ以外は平成20年以降のような形で、ちょっと年度で区切って最初はやってみる。そんな方法でしてください。はい、そしてその下、書いてますけど、スケジュールの例としては、日曜日に講義を受けたら、月、火、水でそこを復習する。 なので、例えばこれ、えー、1コマ50ページ進んだら、これだと民法2回目、3回目で合計100ページ進みます。それを月、火、水で復習だから、おおむね、えー、1日あたりテキスト30ページ復習していく。で、並行して過去問レジュメをやっていく。で、次回の確認テストを備えるということです。はい。まあ、この勉強をね、皆さん、ペークメイク、えー、ペースメイクにしてください。はい。それから、 木曜日のマイナー科目はよく金曜日に復習頑張ってやっていただいて、できれば土曜日、これは予備日として開けておくようにしましょう。そこはスケジュール入れないで。スケジュール組んでも予定通りいかないでしょ予定通り行くっていう人は素晴らしいと思います。大、ね、体いいスケジュール組んでも予定通りにはいかないんです。ね、だから、えー その予定で消化しきれなかった分ですね。まあ、それをどこかで潰すっていう意味で、予備日、ね。それはぜひ作っていってください。はい、それからね、あ,あとあの、自分でスケジュール立てるときは、ちょっと数字大きめ、あの多めにあの立てたほうがいいからね。例えば、単純に割り算したら、1日30ページになるとしましょう。ね、そしたら、その場合は1日40ページみたいな感じで組んだほうがいいです。ちょっと多めに。 というのは、30ページと予定立てたら、これ大体予定通りいかないんです。そうすると20、20ページとか25ページぐらいで終わっちゃう。ね、でもね、あの、多めに40ページと予定組んでたら、40ページいかなくても30ページぐらいいくわけ。そしたら、実はそれでも目標達成できるわけです。ね、だから、こう、数字は高めに組んでた方が目標達成しやすいからね。そこも工夫してやってみてください。 きっちりの数字じゃなくて、ちょっと上乗せしてスケジュールを組んでおくといえこと。はいえー、っと今、お配りしたレジュメの方ですね、このスケジュール案、まあ、これもぜひ活用、皆さんね、勉強のこのペースメイクの、ねえー、ために役立てていってください。はい、テキストの方はこちら、えー、実践力パワーアップ構図ですね、それから各問レジュメ、私の方ではこの2本立てとなります。 で、えっと、私の方では、もうこの日本,日本立てで、これがもうほとんど出ないと思ってください。えー、版書もほぼないです、まあ。たまにはあるかもしれませんね、版書もほとんど私書かないです。から、えー、プラスなんか補助レジュメとかね、まあそういったものもないと思っておいてください。もうシンプルにやっていきます。シンプルにこのメインテキストと過去問レジュメね、これでやっていきます。はい、えー、っと、 まずね今ちょっとクラスの方にお話をさせてもらいましたけどすいませんウェブそれから中継先でねご覧の方もぜひよろしくお願いいたします、まあ、今後ね、えーまあ、生クラスの方こちらで講義をさせてもらって、えー、中継でね見てもらうっていう方もたくさんいらっしゃるかと思いますからね、まあ、私はあのいつもね中継先の方意識して講義をねしてまいりますのでよろしくねお願いいたします えっと私はのあ、まあ、簡単に自己紹介させていただくと、えーまあ、レック専任講師の赤松直也と申します。まあ、名前をご存じかもしれませんけど、えーっとね、司法書士が25年ほどやってます。平成8年の合格です。平成8年合格で、えー、翌年ぐらいに登録しましたんで、まあ、司法書士本職の方ですね。まあ、本職というか、まあ、あの講師の方が本職みたいになっちゃってるんだけど、えー、っと司法書士も25年ほどやってます。 で講師歴も、まあ、それとほぼ近いぐらい、まあ、使用書士になった翌年ぐらいからずっとレクノーで講師させてもらってますので、まあ、講師歴ももうおおむね25年弱ほどと、ね、なりますで。実践力パープ講座の方は、20年ほど前に立ち上げられた講座なんですけれども、実はこちらの講座も立ち上げ当初から私ずっと関与しています。関西の方でだけど、ねはい、なので。 えもうこちらの講座はも重々、ね、あのよく分かっておりますから、ね、なので、そこはもう皆さん安心してください。ねまあ、なので、今まであのずっと関西でやってたから、ちょっと全国に出る機会がなかったんですね、今回ま、たまたまこちら、新宿エルターの方でさせていただくということでね、まあ、今までえずっと関西地区でやってた内容、ね、で十分合格者もたくさん輩出しています。まあ、このねやり方をえ今回は全国でで皆さんにお伝えしていきますというところです。 えと実務のほうも25年ほどやってるんですけども、えーと、私、実務で一番専門でやってることが、医療法人の登記をやってます。意外かもしれませんけど、えー、もうほぼ毎日、医療法人の登記ばっかり <laughs> 申請するような状況。で,、えー、あでも、少書士の試験には何の役にも立たないけどね、医療法人の登記。 20年に1回ぐらいね、20年に1回ぐらいの商業特機の35まで枝の一つぐらい出てきますけど、ね、もう試験には全く役に立たないんだけど、ね、まあ、それを結構専門的にさせてもらってます。あでも不動産投と商業投機も分かりますよ。一応基本的なところは。ね、で、えーあのまあ、医療法人ばだけやってるんじゃなくて、当然それやりつつね、ねやりつつ不動産投商業時ねまああの 平均的にそこそここやってますから、ねまあ、なので、まあ、登記法っいうのはこういったものだということはまあ自分なりには分かっているつもりですからね、そこはもう皆さんにしっかりとお伝えをしていきます。で、えーまあ、特に、ねあのまあ、登記法なんですけども、これはあの、えー、やはりあの実務の感覚っていうのはすごく大事なところがあって、まあ、そこはもう私、えーまあ、そんなにあのね、 不動産登記の本当に難しいこととか、商業登記の本当に難しいところ、そんなところは分かりませんけれども、まあ、ある程度基本的なところは、ね、当然、えー、分かっておりますから、そこは皆さんにしっかりとお伝えをしていきます。なので、東京ではあの実務のいろんな小ネタが入ると思ってください。ね、で、えーまあ、その実務の小ネタも、皆さんの勉強の妨げにならないような話をしていきます。もうそこは当然計算してやっていきます。 あの実務の話をして、皆さんのこの試験勉強が混乱したらだめだからね。だから実務ではこうだけど、試験は違うよっていうね、そういうことはやりません。その実務の話をすることで、それが皆さんの試験勉強にも役立つっていうね、お話はしていきます。で、それをやることで、皆さんの、えー、この登記法に対する、えー、理解が深まっていきますからね。はい。まあ,あの、そんな感覚もね、ぜひ私の講義の中で学んでいってください。なので えっとね、私のクラスではね、あの結構、登記法苦手だっていう人は少ないです。だいたい皆さん、登記は得意になってもらいます。ねまあ、それはやはりあの私が登記法のまあ考え方、ねまあ、それをしっかり、ね、お伝えしていきますから。不動産特のにの商業登記はあの暗記だとね、なかなか難しいんです。ねまあ、会社法は、ね、どうしてもあの暗記要素強いけど、登、ね、記はね、やっぱりどっちかというと考え方。 それから理解。ね、あ不動産投機とか商業投機って、こんな風に考えるんだ。ね、あそれからあ、この論点はこういう話だった,だったんだっていうね、そういう理解を深めていくこと。ね、そうすれば、興味も出てくるし、それから問題を解く力もついていきます。ね、もうそこはしっかりとやっていきます。あとはこの東京湾についてはの相乗効果あるからね、えー、とこれもあの分かっておいてください。 卓一だけやってもできるようになりません。両方やること。卓一やったら、記述もだんだん分けるようになります。で、逆に、記述ができるようになると、卓一できるようになります。ね、この相乗効果があるから、ね。まあ、それも当然、この、えー、実践力の方では、卓一編と記述編、ね、えー、両方やっていきますから、まあ、この相乗効果で、皆さんの、えー、東京の力ね、これしっかりと身につけて、えー、いきます。 はい、そこは期待をしておいてください。はい、じゃあね、今回は、えっ、ー、と、民法ですね、民法の1回目。で、大体、あの、ページ数で割って進んでいきますけれども、えー、今回は、えー、予定はですね、56ページ、民法56ページまでいくと思っておいてください。 回ですね、はい、それとね、あの私の講義は、あの基本的にね、えーと、延長はしたくない派なんです、私は。あんまり延長したくない派。ぴったり終わりたいんです。でもね、あの基本的にぴったり終わるつもりだけど、どうしてもその科目だとか、あるいは今やってる分野、 これでちょっとね、あのどうしても時間食っちゃって、えー、たまにはちょっと5分、10分延長するということが出てくるかもしれません。ちょっとその点はご了承ください。ね、基本的にはもう、あの講義時間、えー、ぴったりというか感じでね、終わらせていく、えー、つもりではおります。はい、それでは、えー、1ページから見ていきましょう。民法の1ページ。じゃあ、内容に入っていきますね。はい、まず今回やるところは、 えー、試験の主体というところで自然人というところです。2ページを見てください、二ページ。はい、冒頭に、試験の主体ってあるけど、試験というのは、ね、あの司法という法律があるでしょ。まあ、その司法の死ですで。司法の代表例が民法。だから、試験というのはまあ民法上の権利と考えてもらったらいいです。司法上の権利とということだから 民法上の権利民法上の権利の主体となれる人という論点ですら大きく自然人と法人があるよってこと民法上の権利の主体となれるのは自然人と法人民法上のいろんな所有権なんかの権利を持ったりできる能力っていうことはいでこの自然人とそれから法人のところだけど能力について見ていきます で能力は3つあります。3つね。権、え、利、ー、能力、意思能力、行為能力っていうこの3つです。まあ、このようなも皆さんよく勉強されていてね、ある程度は分かっている、えー、ところだと思います。まあそれを再度ね、復習していきます。じゃあ、まず、権利能力について。はい、こちら1番カットしてください。縦1番カット。 でもう特に復習のときに読まなくていいよというところはどんどんカットしていきます。で、これちょっとあのカットしたけど、一読だけしておいてください。権利能力って何かっていう定義です。まあ、そんなは直接、試験では聞かれないからね、えー。司法上の権利や義務の主体となりうる資格、これを言います。民法上の権利を持ったり、あるいは義務を負担したりできる、そんな能力。はい、次はマークしておきましょう。 で私の講義ではタイトルと本文をマークしていきますで。今日お持ちでなかったら分かるようにしておいてください。タイトルはブルーでマークします。本文はピンクでマークします。あで色はの何色でもいいですよ。自分の好きな色でやってください。私は、ね、本文は黄色が好きなんです。 で本番は黄色が好きなんだけど、えー、っと、このモニターで、黄色だったらね、ちょっと先生、見にくいっていうのが多かったんです。結構。なので、あの、赤にしてます。赤というか、ピンクにしてます。見やすいように。ね、なので、あの、今まで、あの、本文黄色でマークしてるんだっていう人は、黄色で結構だからね。はい、これ覚えましょう。式と周期。権利能力っていう能力があるんだけど、いつ始まっていつ終わるか。はい、出生から死亡です。 自然人は出生したら権利能力という能力が発生して死亡で終わる、はい。まずはこのマーカーね、覚えておいてください。法人。法人はちょっと難しいけど、法人は出生に当たるものが設立登記となります。まあ、設立登記で法人できますよね。で、逆に、えー、死亡に当たるもの何かというと、生産血量となります、はい。そこはマークはいいけど、えー、参考に見ておいてください。 はい、じゃあ次に行きます。次はこちら印つけてください。ワンポイント、発展論点はカットです。はい、このように印をつけたところが B ランクと思ってください。 で、ここも、間のこの産業はカットしておいてください。このなぜならはカット。発展論でもカット。はい。えー、っと、出生したら権利能力が発生するんだけど、じゃあその出生ってのはいつを指すか、えー、生きて母体から完全に出てきたとき、この出生と考えます。全部露出説っていう説です。全部露出説。その時点から、 権能力発生刑法は違うんで、えー、比較で覚えておいてください。刑法は一部露出説、これが通説とされています。民法と考え方が違うということ、はいで。刑法で一部露出説になっているのは、えー、赤ちゃんが出てきました。でそこでその赤ちゃんを怪我させてしまったとします。障害を負わせてしまったとします。その時に 民法の考え方でいくと、まだこれ、人になってないということになります。民法だとね。そうすると、一部出てきている時点で、赤ちゃんに障害を負わせてしまったとき、まだ人じゃないから、人に対する傷害罪などの犯罪が成立しないことになります。民法的な考え方でいくと。で、これはまずいだろうということで、刑法では、えー、早期に犯罪、人に対する犯罪、 まあこれが成立させられるようにということで、一部でも出てきていたら、もうこれは人になってますよっていう扱いをするわけ。ね、なので、そこで何か事故があったら、人に対する犯罪が成立するよということです。はい、まあ、そんな、えー、趣旨で、ちょっと民法と刑法で考え方が、えー、違っています。じゃあ、次のページいきましょう。3ページ。 はい、それではこちらマークです。ワンポイントと、その下は印をつけておいてください。 ではね、あのこの下の印2箇所はもう個人で読んどいてください。上の図表を見ましょう。胎児の権利能力。丸1番、2番、3番マークしておいてください,、はい。胎児は図表の1段目、マークはしてないけど、権利能力がないのが原則だから、それは注意してください。胎児っていうことは出生前です。出生前。出生して、 権利能力が生じるわけだから、出生前の胎児の権利能力はないですよということ。これが大原則。はい、ところが、それだと不公平が生じます。それがその3つ。はい、この3点については、えー、胎児はすでに生まれたものとみなそうと書いてます。生まれたものとみなすというのは、権利能力を認めるという趣旨です。権利能力を認める。はい、例えば相続。 お父さんが亡くなりました。お父さん亡くなって、えー、お兄ちゃんは生まれている。でも自分は胎児。で、その時に、お兄ちゃんは相続できて、自分は胎児だからまだ権利能力がないから相続できません。不公平ですね。たまたま出生が早いか遅いかによって。はい。なので、その不公平感をなくするために、相続については認めてあげようということ。はい。それから、遺像も同じ。えー、っと、遺像はまあ分かると思いますけど、 遺言で贈与すること。そんなイメージでね、結構です。まあ、正確にはちょっと違うけどね、イメージ的には遺言で贈与すること。お父さんがいあの遺言を書いてたわけ。ね、で、えー、そのお父さんが亡くなった時に遺言の効力が発生します。でもその時に、えー、まだ自分は大使だった。じゃあ、そのお父さんが書いた遺言に基づいて遺贈をもらえないか。これもうちょっと不公平ですよね。 たまたま早く生まれたらもらえるのに、えー、出所が遅れていたらもらえない。はい、そういった不公平感をなくすっていうこと。はい、それから不法行為に基づく損害賠償請求権。これはお父さんが事故、えー、で亡くなりました。そうすると、えー、加害者に不法行為に基づく損害賠償請求できます。で、これも お兄ちゃんは生まれて,てできるけど、自分は胎児だったらこれができない。やはり不公平だから、えー、胎児であっても、この不法行為の損害賠償請求は認めてあげようということ。はい、この三つはしっかり覚えてください。例外的に胎児に権利能力が認められるものです。それはしっかり覚えること。ね。ただね、あのさっきも言ったけど、間違ってもいけ,、えー、いけないのはあくまでも胎児には、 権利能力はないっていうのが原則だからね。それは間違いないようにしておいてください。はい。じゃあ、ワンポイントとその下の印、これ読んどいてもらって、はい、下におります。中の一度に、これカットしてください。中の一度にはカットです。はい。それでは次のページ。4ページ。じゃあ、 大使の権利能力が認められる場合だけど法律的にどう考えるかこちらマークしてください。図表はカットです はい。これは停止条件説という考え方で、えー、退治の間は権利能力なし。はい。でも、生きて生まれることを条件に、遡って権利能力を取得する。という考え方です。はい。なので、まあ、この図でね、えっと、この退治の間はまだ権利能力ないんだっていうところを着目しておいてください。出生したら遡って取得。はい。では、このページは、その下、ワンポイントもカットです。 ワンポイントもカットでは次のページ解除条件説という方こちらをマークしてください図表カットです はい、もう一つ、解除条件説という立場があって、はい、こちらは、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、依存、この3つについては、退治中も権利能力を認める、資産を条件として訴求的に失うという立場です。まあ、図はカットしたけど、見てください。退治の間も権利能力ありと考えていくということ。で、万一、資産だったら遡って失うよという見解です。 まあさっきと逆のような考え方。はい、じゃあ、この2つの考え方があるんだけど、これによってどういう違いが出るのか、次の6ページは丸ごとカットしてください。えー、ページ丸ごとカットの場合はね、ページのところにカットサイン入れておいてください。はい、もう。 本当にその、あの、何ページから何ページまでね、もう丸ごとカットしてくださいっていうところもね、もうたくさん出てきます。はい。それは、あの、それで大丈夫だからね。もうマークのところだけしっかりやってください。はい。じゃあ、何ページ。はい。じゃあね、さっきあの、考え方。えー、胎児の権利能力をどう考えるか、2つの考え方がね、ありました。 じゃあ具体的にどういう違いが出るのか、それが7ページです。はい。ではこちらをマークしていってください。はい、タイトル、対治に対する代理、タイトルをマークして、その後本文です。 じゃあこのページはその図の下はカット中の1、ワンポイント中の2ここはカットしておいてくださいはい図の下はカットです停止場建設と除条建設でどんな違いが出るか退治の間にお母さんが退治を代理して損害賠償請求などできるかはいこの違いが出てきます 停止条件説。停止条件は、退治の間は権利能力なしっていう考えです。はい。なので、まだ退治であるときに、お母さんが、えー、その退治の分も含めて、相手に損害賠償請求をする。そういったことはできないとなります。はい。逆に、解除条件説。こちらは、退治の間にも権利能力を認めるという立場。はい。ということは、 お母さんが子どもがまだ胎児でいるときに、その胎児の分も含めて、損害賠償を請求できる、あるいは相手方と和解ができるということになるわけ、はい。この2つの説を取ることによってね、そういった違いが出てきます。要は胎児の間です。胎児の間に損害賠償を請求したり、示談なんかができるかどうかということ。 じゃあねちょっと今のところまでテキストざっと見てください、2ページから。はい、カットがたくさんありましたけど、でこれで復習するときは、皆さんはそのマークついてるところ、印がついてるところ、ね、そこを重点的にしっかり覚えていくってこと。じゃあ、2ページ見てください。2ページだと、顕微能力の四季周期、それが自然人だったら出生から死亡だよっていう論点ね。で えー、ワンポイント解説。ジャスの出生という時期はいつを指すのか。で、次の3ページ。はい、こちらは、胎児。胎児はまだ出生前だから、本来は権利能力はないよね。はい、でも、それだと不公平を生ずることがあるから、1番から3番。この3つについては、例外的に権利能力を認めよう。で、まあ、ワンポイントと、その次は派生論点だからね。これ、さらって読んでおいてください。で、次の4ページ、5ページ。 じゃあ、大臣にも権利能力を認めれる、えー、場面があるんだけど、それについてどう考えるか。二つの説があります。提唱建設は、大臣の間は権利能力なし。でも出生条件に遡って認める。会場建設はもう大臣の間から権利能力を認めていく。という二つの立場。はい。そして次のページ。はい。6ページはカットね。 はい、じゃあ、今の2つの立場で具体的にどういう違いが出るのかというと、7ページです。ね、まだ、えー、胎児である間にお母さんがその胎児を代理して、相手にその胎児の分まで損害賠償請求をしたり、あるいは相手がと示談をしたり、えー、そういうことができるんだろうか。ね、これは停止条件説の方だとできないことになります。停止条件説だと、胎児の間はまだ権能力がないから。 ね、でも、会場建設は退治の間も権力ありという立場だから、こういったことができる、そこに違いが出てきます。はい、復習のときはそんな感じでね、ねマークをついているところをこう読んでいって、確認をしていってくださいということです。はいじゃあ、次に行きましょう。次は8ページ。はい冒頭、ワンポイント、こちらカットです。ワンポイントはカット。 はい。じゃあ、ここからまた違う論点になるからね。こちらマークしましょう。同時志望の推定。はい。タイトルと図表をマークしてください。ワンポイントはカットです。 はい。同時死亡の推定は、数人のものが死亡して、戦後関係が不明の時の話です。同じ交通事故で亡くなったとかね。そういった場合。で、これも1から3覚えてください。同時死亡の場合は、相続は相互に起こらない。大衆相続は認められる。遺族は効力を生じない。ワンポイントはカットです。はい。じゃあ、今のこの3点、次のページ、具体的に見ていきます。 9ページ、はい、まず、同時志望と相続です、はい。タイトルとこちらマークしてください。右がカット、こちら2行はカット。 はい、相続だけど、えー、その AB の隣見てください。同時存在の原則っていう言葉があります。これ、大事な原則だから、よく理解をしておいてください。はい。同時存在の原則ってのはね、まあ、今の図で A さんが非相続人と考えましょう。で、A さんが非相続人、相続される人ね。人ねで、B さんが その相続人となる、はい、このためには、同時存在の原則、この原則が満たされている必要があるということ。で、それはどういうことかというと、A が亡くなったときに、その瞬間、その瞬間、B は存在しなければ相続人となれないという原則です。それが同時存在。A が亡くなったときにですね、同時に B がいなければ相続人となれない。 はい、そうすると、今の図表で考えてください。これ、2番、1番脂肪になってるけど、脂肪の順序逆だったらどうでしょう ?A が一脂肪、B が二脂肪。A が一脂肪で B が二脂肪ね。そのとき、B は A の相続人となれるでしょうかこれはなれるっていうこと。なぜかというと、同時存在の原則。 A が丸1死亡で B が丸2死亡だったら A が死亡したときは B は生きてるわけです。存在してるわけ。はい。なので、同時存在の原則を満たしてますね。はい、よって、これなら相続になれる。はい。じゃあ、この図はどうでしょうこれ B は A の相続になれるかこれは逆になれないっていうこと。はい。これは、 A の方が先に亡くなってるから、B がしああ死亡したときに B はいないですよね。そうすると、同時存在の原則を満たしてないわけ。ね、A が亡くなったその瞬間、自分が存在してなければ相続人となれないという原則ね、はい。これが満たされてないから、こっちは相続人となれないということ。 はい、だから死亡の選後がねあの、明確だったらまあ判断しやすいんだけど、じゃあ問題は同時死亡です。同時死亡の場合はどうなるか。A と B が同時死亡のときに、B は A の相続人になれるでしょうか。これ同時存在の原則で考えて。これはなれないということ。なれない。そこは大丈夫ですか というのは、同時死亡だったら、A が死亡したこの瞬間、B もいないわけですね。同時死亡だから。はい。となると、同時存在の原則を満たしてません。A が死亡した瞬間に B はいないといけないんだという原則ね。これが満たされていないから、相続人となれないということです。はい。この考え方はすごく大事だからね。理解しておいてください。 はい、でちょっと2行目はちょっと細かいことを書いているけど、A と B が同志望した時は、えーまあえー、っときは、この B さんは A の相続人になれない。で、まあ、逆パターンも一応考えられるので、逆に、えー、この上の A さんの方が B の相続人にもなれませんっていうね、まあ、あのことも言えるので、なので、まあ、こう書いてあるわけ。AB 相続間では まあ、いずれもいずれに対して相続員となれませんよということ、ね。お互いに相続は生じない。はい、じゃあ次に行ってください。次、こちらマークしましょう。代相続 はい。今度は、その A と B なんだけど、まあ図の通り、真ん中の B が先に死亡していたら、C は代衆相続人となれます。代衆相続人っていうのは、孫がおじいちゃんを相続するというパターンでした。はい。じゃあそこ、同時死亡だったらどうか。A と B が同時死亡。はい。これは C は B を代襲して、A の相続人となれる。代衆相続人となれるということです。 はい。その真ん中の B さん、非代襲者っていうね、ところがあるけど、代襲原因は何だったでしょう代襲相続が起こる原因。これは排除と結核と相続開始以前の死亡。この3つでしたよね。肺、は、結、い、核死亡と覚えてください。肺、は、結、い、核死亡。 大衆原ね。肺結核死亡コロナが流行ってる時期にお叱りを受けそうなゴラんあせだけど、ね。肺結核死亡で、肺は排除。結核はそのまま結核。で、死亡が相続開始以前の死亡この3つが大衆原。はい、そしてね。 えっと、今のは相続開始以前の死亡だけど、一番下の句を見てください。相続開始以前の死亡なので、同死亡も含まれると、末尾書いてます。はい。これはね、どういうことかというと、えー、この法律用語には、えっ、ー、と、その、いという言葉がつく場合とつかない場合があります。で、これは日常用語と同じ考え方。相あの、いがついたらちょうどイコール含むということです。 日曜用語でも、1万円以上って言ったら、ちょうど1万円含むってことですね。で、これは法律用語でも同じ。で、そこ、相続開始以前の死亡と書いてるわけだから、これは相続開始と同時期、ちょうどイコールを含むって意味なんです。そのように読んでいくっていうこと。はい、ということは、相続開始以前の死亡ってことは、ちょうどイコールを含むから、同時死亡も含むっていうことです。 ちょうどイコールの時点を含むから同時死亡も含む。はい。では次のページ、10ページ見てください。はい。次は、いずマークをしていってください。10ページ、括弧三3番。 A と B が同時に死亡した場合、遺贈は効力を生じない。今度は遺贈の話です。はい。で、真ん中ちょっとカットしていただいて、はい、結論。えー、次、最後の2行をマークしてください。 はい、結局 D が相続、遺言に別のめがあれば、一生字があればそれに従う。はい、では、ここまでマークしてください。はい、じゃあ、これも同一のの原則で考えるんだけど、上の図を見てください。A から B に不動産を移存するよという遺言がされ,、えー、されていました。 ところが、相手方 B の方が A よりも先に死亡したわけ。で、この遺言の効力は、2番、えー、A の死亡時に発生します。A の死亡時に遺言の効力が発生します。そうすると、その遺言の効力が発生したときには、相手方 B はもういないわけ。はい、なので、これ相続と同じで、同時存在の原則を満たしてませんということです。この遺贈をもらおうと思ったら、 この遺言の効力発生時点で自分の方は生き存在してないといけないわけ。はい、なので、もうこの遺言はなかったことになります。遺言は効力を生じません。で、これ、B が先になくなってるからといって、自動的に C の方には流れないんでね、それは注意してください。もう遺言はなかったことになります。 はい、そうするとどうなるか。結局は法定相続。異語はなかったってことで法定相続になります。結局は、D、図で言うと D が相続します。はい、ただし、遺言者が別段の意思表示をしていたらそれに従う。ということで、遺、えー、言者の A がもし B の方が私より先に死亡していたときは C に遺贈しますっていうね、まあ、そういう別段の意思表示があればそれによります。 はい。じゃあ次のページ、11です。これ類似の論点。これは不動産投機の論点です。まあ、ほぼ考え方と同じ。はい。まずはね、こちらタイトル色でマークしてください。タイトル色。 不動産登記でもまた出てきます。A 土地を公に相続させる分の,の遺言をして死亡したが、すでに公が遺言者よりも先に死亡している場合です。図を見てください、えー。公に相続させるっていう遺言があったけど、公の方が先に死亡している。その時どうなるか。はい。では、その下マークです。こちら。 遺言の相手方の公が先に死亡しているから、やはりこれは遺言は効力を生じません。はい、なので、遺言はなかったと考えるわけ。で、遺言はなかったと考えたときに、じゃあ、法廷相続人が誰になるか、そこも判断間違いないようにしてください。法廷相続で考えるとなると、えー、その公のところです。これ、代執原因になってますね。 が先になくななってるから、ね、なので、帝が代襲相続人になっていきます。で、あとは、おつと兵も相続人だから、結果、このケースは、えー、相続人、帝おつ、兵に相続されます。ね、いや、その、こうへの依存。 えー、への相続させる遺言は効力を生じない、ね、で、あとは法定相続で考えるんだけど、ね、そこ、公への遺言が生じないから、定能にも行かないと勘違いしないでください。ね、あと、法定相続で考えたら、その公のところをよく見ると、大衆芸になってるからね。なので、法定相続には、手、おつ、はい。で、原則は定、手、おつ、平となりますが、例外。はい、やはり、これ、遺言に別段の一条字があったときです。 遺言書に、甲がもし先に死亡していたら、代わって丁寧に相続させるよ、こういった内容があれば、丁、え、寧、ー、に全部相続されます。はいでは、このページ、以上です、はい。今のところまでが同時存在の、あ同時死亡の推定に関する論点、ね、もう一度確認しておいてください。 8ページ戻ってください。8ページ。はい。8ページでそちらの図表。はい。同一志望だったらどういう効果になるか。まず、同一存の原則があるから、相続は相互に開始しない。はい。しかし、代襲相続は認められる。まあ、これは代襲原因が、 相続開始以前の死亡。いっていう言葉が入ってるからね。相続開始以前の死亡だから。はい。そして、遺贈は効力を生じない。これやはり同時存在の原則です。同時死亡っていうことは、その遺言が効力を発生したときに、従事者に当たる人はいないっていうことになるからね。はい。では次は13ページ。13ページ。 じゃあこちらからまあこの自然人のところは品質論点になってきて、制限行為能力者を見ていきます。未成年者など、はい。まずは未成年者についてです。13ページ、はいそはね。それではこちらまでマークしてください。13ページ。タイトルと本文。 勝手飲んでとワンポイントはカットしてください。はい、まあこれは基本的なところだけど、未成年者が法律行為をするには法定代理の同意が必要でした。 でもし同意なしで成した法律行為は取り消すことができるということでした。発展論点とワンポイントね、そこもカットしてください。はい、じゃあ次はこちら。取り消すのはこちらマークしてください。1番、2番、3番、印、4番、マークです。 次の行為は未成年者、単独でできるよということで、まず1番、単に権利を得、または義務を免れる行為。丸2番、これちょっと長いけど、法廷代理人が同意目的を定めて処分を許した財産、こ殺その範囲内で処分する行為、または目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為。具体例、次のページまた、ね、出てくるからね。3番、法廷代理人から1種または数種の営業を 許された未成年者の,その営業に関する行為、はい、これはもう未成年者が単独でできる。で、ここで、えー、一番よく出てくるのが4番の取り消しっていうやつ。まあ、それを特にマークにしてお、えー、きましょう。取り消し。はい、これは、えー、未成年者がまず一人で勝手に契約をしました。で、その後この契約を取り消すというときね。 この契約を取り消すときに、そこでまた法定代理の同意がいりますかっていう論点です。もうそれはいらないということ。はい、まあ、未成年者があの契約を取り消しても、なんだ不利益はないですよね。もう何も,何もなかったことになるだけだから。はい、よって、法定代理の同意なしで取り消しはやっていいだろうということ。 はい。次の図表、これちょっと後回しにします。次のページ移ってください。14ページ。はい。それではこちらタイトルです。カッコ1番。 はい、でこれは図表の中は特にマーク入れませんけど、判断できるようにしていってください。えーまあ、未成年者が単独でできる行為なんだけど、その一つで、単に権利を得、または義務を免れる行為です。でそれに該当するかどうかは次の図表。なんだ負担がない贈与を受ける。これは丸負担付き贈与を受ける。これは罰となります。 何も負担がない贈与を受けるるんんだっったら未成年者に損はありません、はい、よって単独でできる、はい、できも負担付き贈与負担付き贈与というのは不動産を贈与するけど借金も合わせて引き継いでくれこんなのが負担付きです、はい、そうするとこれは未成年者に不利な側面があります不動産もらえるとか得だけど借金を引き継ぐここ損ですね、はい、なのでこれは単独で判断してはならないということです 単に権利を得るとは言えないから。はい、二番も同じ。これはもう遺贈に変わっただけ。なんだ負担がない遺贈を受ける。まあ、これは得をするだけだから OK。負担付きの遺贈を受ける。はい、これはあの負担面で損があるから×。はい、三番。負担がない遺贈、えー、の放棄と。 負担付き依存の放棄。はい。これは両方ともバツになります。えー、何にも負担がくっついてない依存をこう受ける。そしたらこれは損はないですね。で、これ不利益ないけど、それを放棄するっていうことだから、未成年者は損です、これは。はい。よって単独ではできない。次。 負担付き依存の放棄、これどうでしょう負担付き依存の放棄。まあ、依存、依存というのはあの遺言で私が死んだら不動産あげるよ、こんなのが依存ねで。すぐに負担がくっついてる。で、これをいらないと放棄する。いらないと放棄する。まあ、未成年者に不利な面があるかを考えてください。そうすると、え負担付きの依存をいらないと放棄する。 とといいいうことはこここはははれ負担部分を放棄すするここはいいんです、ね、も,うかもう片方、せっかくもらえるはずの依存を、こっちももらえなくなりますね、はい。だからやはりこれは不利益な側面があるということです。はいまあ、そんな感じで、これらの行為は未成年者にもか純粋に有利な行為か、あるいは不利な側面が含まれた行為か。 そういった観点からね、見ていってください。はい、次どうでしょう。4番。債務の免除を受ける。これは OK。未成年者が借金してて、その債務を免除してもらう。これは何ら不利益はありません。5番。債権の弁済を受ける。これちょっと難しく言う、罰になります。債権の弁済を受けるってことは、 お金を貸してるんだけど、それを返してもらうってう話。そしたら、これは一見不利益はないように思います。貸してるお金を返してもらうわけだからね。はい、でもこれはだめです。罰になります。で、これはまあ分かりやすい事例で言うと、えー、これが利息付きのとき。利息,のえー、利息付きだったら、えー、貸してるお金があって利息付きで、これ勝手に早めに弁済を受けると、 取れるはずの利息が取れなくなっちゃいますよね。まあそういうこともあります。なので、未成年者が一人で勝手に判断してはならない。それからもう一つ。もう一つはね、ちょっと難しい言い方をすると、弁済を受けるってことは、今まで未成年者は債権という権利を持ってたわけです。で、この債権という権利を持ってたんだけど、これが弁済を受けることで消滅します。権利を失うっていう意味があるわけです、弁済には。 はい、だからやはり一人で勝手に判断してはならないということ、ね。せっかく持っていた債権という権利があるのに、弁債でそれを失うことになってしまう。ね、なので、えー、不利益と見ることができるでしょうと、ね、いうことです。はい。じゃあ,こあ、えー、このあたり、このあ丸抜判断できるようにしておいてください。まあ、以下、ご自身で考えてみておいてください。じゃあ、カッ2番。 過去二番、こちらマークと、それから印をつけてください。一番、二番に印、その他はカットです。 はい、これも法廷代理の同意なしでいけるパターンです。はい、これは文章ちょっと難しいんだけど、えー、2つあって、丸一番、法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為。はい、これは例を見てください。学費、こんなものになります。これを学費として使いなさいとお金を渡して、未成年者がその通り学費として使う。 まあこれはもう実際その学費として使うときには法定代理の同意はいりませんということ。丸2番。法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産。これを処分する。はい。これは例、お小遣いです。お小遣い。えー、お小遣いってのは特に目的、えー、決めないでお金もらえますよね。で、このもらったお小遣いを、えー、未成年者が使う。もうここがもう自由に使えるということです。 まあこれを使うつど、法定代理の同意はいらないよっいうこと。はいじゃあ、今のページのところがね、もう一度前のページ戻ってもらって、はいここの丸一番と丸二番ね、この辺のお話だったんでね、確認しておいてください。この取り消しバスのこの丸一番、丸二番、この辺りのお話でした。 それでは、えー、次のページ。15ページは全面カット。15ページは全面カット。なのでページ番号のところカットのサイン入れておいてください。はい。それから16、17もカットです。16、17もカット。 では、えー、15、16、17ですね。ここまではカットしておいてください。はい、じゃあ次は、えー、成年非公権人など、こちらを見ていきます。えー、制限行為能力者は、まず未成年者、ね、がいて、えー、そして、えー、次に成年非公権人などがいます。 ごめんなさい、12ページちょっと戻ってください、12ページ。12ページ飛んでますね、ごめんなさい。はい、ごめんなさい、12ページ飛んでた。はい、こちらマークしてください。 はい、12ページ。はい、えーっと、ごめんなさい、未成年者の方に入る前の話でした、えー。意思能力っていう能力があってね、これは判断能力です、判断能力。でも、これは簡単に、えー、意思無能力者、判断能力がない人です。この人がした法律は無効となります。で、ワンポイントはカット。 まあ参考にあの大体7歳から10歳小学、小学校の低学年程度と考えられています。まあ、そういった意思能力、判断能力がなかった人がしたら無効だよと、ね、いうことで。これもちょっと細かいことだけどあの、民法では無効と取り消しと両方出てくるからね、まあ、それしっかり区別して覚えてください。意思能力がなかったときは無効の方です。取り消しはありません。はい えー、3の1、もうこれは皆さんお分かりと思いますが、えー、未成年者の意義、えー、満18歳未満となります。ね、成人年齢が変わって、今、18歳で成人となってるからね。はい、じゃあ12ページは以上。うん、11はやってましたね、11はやってて、12ページがね、すみません、抜けてました。 たまにね、抜けることあるんでね、言ってください。すいません。あの、わざとやってるんじゃないんだけど、あの、私ね、あの、前の画面を映すためにテキストをこうやってバラしてやってるんですよ。バラバラで、ね。だからこう、裏表こうやってるから、たまにちょっとね、どっか抜けちゃうことがあるんで、ね、特に前の方、前のあたりの方、ね、気づいたら、先生今ちょっと抜けてましたよってね、教えてください。あるいはあの休憩時間でもいいです。休憩時間。 休憩時間の時で先生、さっきこ抜けてましたよってね、言ってもらったその後フォローするんで。はい。で、えー、と13、さっきやって、で、14、15もいきました。15、16、17まではカットね。15、16、17まではカット。はい。じゃあね、こちらからが、生、えー、年非公券などなんだけど、まとめの図表を見ましょう。先に。で、それがどこかというと、25ページ、25ページ。 こちらマークしてください、25。 はい、これはの、えー、と判断能力をかけている人が貢献補佐、補助というね、この3つの制度だけど、これは覚えておきましょう。えー、その判断能力の状況だけど、貢献の場合は、各状況、補佐は著しく不十分、補助は単に不十分となります。はい、で今の、えー、貢献のところだけど、 判断あのその手前に書いてる自理弁識能力っていうのは、これは判断能力のことだからね。まあ、判断能力が書く、えー、状況、書けてる状況。で、そのね、状況っていう漢字、日曜日で使う状況と違うでしょ。ね、常にっていう漢字が使われてますね。そこもちょっと注意、ねあの。日曜日の今の状況はこうですよってあの状況じゃなくて、そこ常にだからね。要は 判断能力が、これは常に欠けている状況ということです。はい。この3者に分類されます。はい。それでは戻ってもらって。はい。18ページ戻ってください。18じゃあ、えっ、ー、とね、成年非後期について。 はい、ではこちらマークとそれからカットを入れていってください。18ページ まあ、あの、以下はカットして、まず、一段目。成年非貢献人。まあ、判断能力が欠けている状況にある人です。この法律公営を取り消すことができる。で、次は大事なところ。たとえ、成年貢献の同意を得たとしても取り消しができます。これは未成年者と違うところ。はい。で、この場合、あの、丸一番に書いてるけど、 成年非後見にはもう判断能力が常に欠けている状況だから、たとえ保護者にあたる成年後見に保護者が同意を与えたとしても、うん、その同意通りにすら行動できるか、えー、分からない、そういった状況があるわけです。はい、なので、このケースはもう同意は無意味と考えます。同意は無意味。 はい。もう同意は無意味だから、たとえ同意があっても取り消しができる。はい。ただし、下段。ね。こういう話がありました。日曜日の購入、その他日曜生活に関する行為は単独でできるとされています。はい。これもその EX と CF の間ですね。なぜならそこはカットしといてください。そこはカット。 はい、これは成年非公降人であったとしても、日常生活に関する行為、まあ、これはもうさすがに本人ができるようにしてあげようということ。もう日常生活に関する行為すら本人できませんということにしちゃうと、もう果たしてその成年非公降人をこれ1人の人として扱ってるんだろうかということにもなりかねませんからね。 はい、なので、まあ、日常生活、ね、自分の生活に関することはもう自分でできるとされています、はい。で、こちら、間はね、カット、はい。じゃあ次は印です。カッっ、えーえー、と関連知識は印2つ。1番、2番、カットです。 はい。その、非補佐人の意義とね、しか、えっ、ー、と、審判、そこはカットしておいてください。はい。じゃあ、関連知識。はい。これまず、二つ目は、令和3年出てるんで、確認しておいてください。えー、公権補佐、補助の原因が消滅しました。はい。この後、えー、一定のものからの請求により、で、ポイントがそこ。職権はこれダメですよ。そこがポイントです。 請求に基づいて開始、えー、の審判を取り消さなければならないとされてます。えっ、ー、と要件がなくなったからといって、えー、家庭裁判所が勝手にですね、えー、審判取り消しをすることはできません。 あそうですね、これもだからね、あのそう原因なくなったら、あのまあ、請求ってあるでしょ、ねまあ、だから請求して、あの審判取り消しを、ね、あのしたほうがいいです。というのはね、あのそれ、請求して審判取り消ししなかったら、ずっとこれこ、残るから、定期的に裁判所から電話かかってくるんですよ。あのどうなってますか、どうなってますかって言って。で定期的に電話か かかってきてあの、いろんな資料を出してくださいっていう話になってね、結構めんどくさいんです。ね、だからもう、えー、もう終わったらね、そういった原因なくなったらね、えー、請,求請求して、ね、であの、取り消してもらったほうがいいです。でないとあの、いつまでもその保護者の,の責任がこう残っちゃうからね。はい、手前。えー、っとね、これは過去も出てないけど、知っておきましょう。 補佐補助の審判の申し立ての結果、公権補佐の要件を満たすと認定された場合、申し立ての趣旨の変更ができるとされています、はい。でね、これどういうことかというと、えー、と例えばあの補佐開始の申し立てをしました、補佐開始。ね、であの、医師の診断なんかも入るんです。 で、医師の診断が入った結果、裁判所として、いや、これ、補佐じゃなくて、ああの補助じゃなくて、補佐レベルですよっていう判断になることがあります。こっちは、えっと、補助の申し立てしたんだけどね、裁判所として、えー、補佐の判断。はい。で、そうなると、や,やり方の一つとしたら、補助の申し立てしたんだけど、補佐っていう認定になっちゃったから、 その一旦補助の申し立てを取り下げる。で、再度補佐の方で出し直す。まあ、これも一つの手です。でもそれは上ですよね。だから、あの今出しているやつをそのままあの利用しできるようにしようということです。今、補助の申し立てしてます。で、補佐という認定になったら、えー、そこに書いてるように、申し立ての趣旨の変更。ね、申し立ての趣旨を、まあ、補助から補佐に変えるわけです。 でこれで、従前の申し立て手をの、ま、あの活用していきましょうという話です、まあ。そんなことができるよと、ね、いうこと。えっと、これ、民事訴訟であの訴えの変更ってあるでしょ民事訴訟で訴えの変更。 あれもねあの、訴えて変更があるんだったら、一旦起こした訴えを取り下げて、で変更後の内容で訴え提起しなくてもいいわけです。別に。でもそれは面倒ですよね。だから、もともとこの提起している訴えをこのまま利用して、訴えを変更するという形で活用しましょうというやり方が認められているわけですね、まあ。あれと同じようなことです、ここは。 では次に行きましょう。はい。隣のページ、19見てください。はい。じゃあ、こちらマーク。 はい、えー、と今度は非補佐人です、非補佐人。はい、非補佐人は、13条1項2項の法律行為をするとき、補佐人の同意を要します。はいそして矢印、補佐人の同意、えー、そしてこれに代わる裁判所の許可という制度もあります。これを得ないで、なされた行為は取り消しができます。 次の行為。これは補佐人が単独で、えー、非補佐人が単独でできる。上の反対解釈だけど、13条1項2項以外の行為。それと、成年非貢献と同じです。日用品の購入ね。もうこれはさすがにもう自分一人でできるようにしましょうということ。で、今、こちら13条1項2項だったけど、13条1項が次の図表です。では、こちらをマークしましょう。13条1項。 はい、そして、ねえー、図の中は3番、6番、9番、10番、印をつけてください。3番、6番、9番、10番。はいまあ、そこは見ておきましょう、不動産や重要財産に関する権利の特措で、相続の承認、法規、遺産分割。 602条に定める期間を超える短期賃貸しえー、くさいえー、っと超える長期賃貸借。あと10番。で、えー、っとね、丸十番はちょっと難しいので、代理のところでこの関連論点出てくるから、またそこで戻ってみます。10番ね、代理やって、戻って確認します。 で、今、3番、えー、6番、8番、あじゃなかった、3番、6番、9番見てください。9番。えその10年、5年、3年、6か月、これは統合36と覚えてください。統合36。その期間ね。統合36。で、これね。 東合三六だけ覚えても意味ないからね。そう、何が等か、ね。当然それはちゃんと覚えておいてください。ねえー、山林土地、建物、動産ね。そっちもセットで。で、ここまでが短期賃貸借です。この東合三六、この期間までが短期賃貸借で、これを超える場合、超える場合が長期賃貸借となります。で、非補佐人は、この 短期賃貸借までならば、えー、単独でできるということです。三輪になったら10年ね。三輪を10年まで、えー、賃貸するんだったら単独でできる。はいでも三輪を10年超えて賃貸する場合は、補佐人の同意を要しますよとなります。はいじゃあまあ10番またね、後日やるとして、えー、次、欄外の1にはカットです。 1> 1 2はカットはいその下1番2番カットあであとねこの図法についてあの細かく覚える必要はないからねあのこの13条1項という図法は重要な法律行為もうざっくりそのイメージでいいです重要な法律行為 T ホサニンが重要な法律行為 をするときは、補佐人の同意を要しますっていうことです。ね。それでいきましょう。重要な法律行為。で、これは重要な法律行為かどうかって、そんな微妙なの出てこないからね。例えば、あの、丸五番で贈与ってあるでしょ。ね。だあの、非補佐人が不動産を贈与することになりました。ね。だ、これは別にこの図を覚えてなくても、 その不動産増与ってものが重要な法律行為かどうかってことは分かりますよね。はい。だから、この図表についてはもうそんな感じで対応してください。ね。それ、書いてることを細かく覚えてもね、仕方がないんでね。はい。じゃあ、このページ以上で、次、20ページ丸ごとカット。はい。20ページ丸ごとカット。はい。そして、次の21も丸ごとカット。21も丸ごとカット。 はい。ただ、ここについてはね、ちょっと一箇所マークしてほしいところがあります。ここでマークしてください。ここで休憩しましょう。これマークあったらね、休憩。 はい。なので、ここは、あの、ページはカットと言いましたから、基本的にはもうページ丸ごとカットで、ただ、そのマーカーつけたところだけが、あの、読んどいてください。っていうことね。はい。じゃあ、あの、ここで休憩。じゃあ、こちらの説明から、考案でやっていきます。 はい。それでは後半、始めましょう。はい。では、えーっと、21ページ開けてください。21ページ、ま。ページとしてはカットで結構なんですが、マーカー部分は確認しておいてください。ええー、括弧3番。ほさにの同意を要する行為の追加。家庭裁判所は13条1項所定の行為以外の行為についても、ほさにの同意を要する旨の審判。 はい、これをすることができます、はいで。これは先ほどの19ページの図表がありました。これは民法で初めから決まっている、えー、補佐人の同意を要する事項です。これが13条1項です。13条1項。で、これ以外に,これ以外に追加できるということです。それが21ページ。 民法では13条1項で決まってるんだけど、えー、それ以外に同意を要する行為を追加できるよっていうのがね、カッ三3番。はい、そして、過去問で出てたのがワンポイント。補佐人の同意権の範囲を縮小する審判はできません。はい、これね、上と逆のことを聞いてまして、この13条1項の行為があって、これに、 補佐人の同意を要する事項を別途プラスする、家庭サービスの審判で。それはいけるんだけど、もともとこれが民法で決まってて、ここから削除するということです。ね、例えば、この中のこの8番については同意不要ですよとかね、これはできないということ、ね。だから、拡張はできても縮小はできないということです。はい、それでは次は22ページ。 二十二ページ。はい、こちらをマークしましょう。二十二ページ。補佐人の同意権、代理権。補佐人は、十三条一項二項の項について同意権があります。 はい。13条1項2項大丈夫でしょうか ?13 条1項はさっきの図表、丸1番から10番まで入ってた図表ね。で、13条2項が前のページです。それ以外に家庭裁判所が特に同意を要する行為として追加したもの。それが13条2項。はい。この2つについては同意を要します。同意権があります。はい。そして、代理権。代理権は補佐には当然には持ってません。 代理権を特に与える代理権付与の審判によります。じゃあ、中学と発展論ではカットです。こちらね。中と発展論ではカット。では、次のページ。はい、23ページ。こちら、非補助人。はい、では、こちらをマークしましょう。 非補助人は他とちょっと違うところであります。縦一番カットしてもらって、関連知識。本人以外の請求で補助開始の審判をするには本人の同意を要するとされています。それから、補助開始の審判は同意権不要の審判、代理権不要の審判、一方または双方と同時にする。はい。まずは、えー、この非補助人は、 その精神障害の度合いでいくと、最も軽症な人です。最も軽い人。言い換えれば、一般人に近いわけですあの。補助、補佐、貢献の順で重くなっていくからね。補助がまあ一番軽症、はい。ということは、一般人に近いわけだから、その人に対して、あえてあなた、非補助人ですよって審判をする。 からには、これは本人の同意を得てくださいとなっています、ね。通常に近い人に対して補助開始の審判するわけだからね、本人の同意。これは他と違うところ。はい、それから、保護者の権限が初めから決まってないということです。補助開始の審判は、同意権付与の審判、代理権付与の審判の一方双方と同時にする。その都度決まるわけです。 まず、えー、補助開始の審判をするで今回の事例は、補助人に同意権を与えましょうということもあるし、今回の事例は補助人に代理権を与えましょうということもあるし、それから双方、双方も OK ということね、両方与える。はい、民法では初めから決まってなくて、とにかく、えー、この補助開始の審判をするときに、えー、保護者にどういう権限を与えるのかね。 それをそのと決めていくわけですはいじゃあその下行きましょうこちら はい、タイトルと本文、マークしていってください。はい、じゃあ、えー、取り消し丸の,、えー、のところ。非補助人が補助人の同意を要する行為、これをするには補助人の同意を要します。まあ、当然だけどね。 えただ、上で言ったように、その補助人の同意を要する行為っていうのは、初めから民法で決まってるわけではないということです。裁判所の審判でえ決められていきます、はい。そして次の行為は単独でできるよということで、えーまあ、上の逆だけど、補助人の同意を要する行為以外の行為、それと、成、まあ、年、非公権に何かと同じく日用品の購入などです。はい、じゃあ、次の関連知識、これちょっと難しいところ。 補助人に同意権が付与されず、代理権のみが付与されたとき、この場合、非補助人の行為能力は全く制限されない。この場合、えー、補助人は、えー、取消し権、追認権を有しません。はい、じゃあ、ワンポイント、印をつけましょう。ワンンポイント。 えまあ取り消し権は本人が勝手にやったんで、保護者が取り消しと話。で、追認はするの逆。まあ、本人が勝手にやったけど、まあ、それでもいいだろうということで、保護者がそれを追認する。まあ、取り消しと追認はちょうど裏返しのような権利。えー、そして、これちょっと1行目、2行目、違うところがあって、まず2行目。未成年者の親権者、あるいは成年非後見の保護者たる成年後見人。 この人たちの取消し権、追認権は代理権に基づいて発生しています。いや、親権者、未成年者の親権者は未成年者の代理人だから、これに基づき取消し権もあるんだという考え。はい、ところが、1号目。補佐人と補助人の取消し権や追認権、これは同意権に基づいて発生しています。 補佐人は同意見者だから、取消権もあるよという考え方になるわけ。はい、それぞれね、えーと同意えー、取消権の発生根拠が違うということ、はい。ということはねあの、補佐だけど、補佐人はもともと同意見があります。 補佐人は13条1項の行為ね、あの図表の行為について、もともと同意権が民法上あるから、ここで同意なしに本人が勝手にやったら取り消しができます。まあ、これが同意権に基づく取り消し権。で、同じく、非補助人も、えー、同意権に基づいて取り消し権が認められ,、えー、られます。はい、ということはどういうことになるかというと、えー、家庭裁判所の審判で同意権が付与されてました。 で同意権付与の審判があったときに、本人がそれに反して勝手にやった。これは、えーえー、補助人は取り消しができるということ、はい。ところが、逆に、補助人に代理権だけが付与されているというケース。代理権。で、補助人の取り消し権は同意権に基づいて発生するわけ。だから、代理権だけが付与されているとき、えー、は、 補助人は同意権という権限はないということなんです。ないはい従いましてね、通常はまあこういうことはないんだけど、補助人が選ばれていて、代理権が付与さ,されました。例えば不動産売買の代理権が付与されました。通常もここれははねそうである以上はこの補助人が ここの代理にに基づいいて不動産売買をすする当然そういうことになります、ね、でも、そういった事例において、毎日です。毎日、本人が勝手にその不動産を売ったというわけですね。まあ、そういうことがあれば、えー、その保護者はそれ取り消しはできませんよということ。その本人が不動産売買したら、これはこれで完全に有効となります。 なぜかというと、代理権不要の場合は、その保護者たる補助人に取消し権がないから、はい。ちょっと難しいお話だけどね、またよく考えてみておいてください。じゃあもう一度マーカーを読んでください。補助人に同意権が付与されず、代理権のみが付与された場合。はい、この場合はあの、取消権が、保護者の取消し権が発生しないんです。 補助人の取消権が認められない。はい、よって、えー、非補助人の行為能力は全く制限されませんということ、非補助人が勝手にですね法律行使すれば有効となります。はいでは次のページいきましょう、24。 じゃあ、こちらにマークしてください。24ページ。 はい、これは補助人の権限え、補助人の同意権と代理権です。これはもういずれも不要の審判によります。民法上はじめから決まってなくて、えー、同意権不要の審判があれば、同意権発生するし、代理権不要の審判があれば、代理権が発生します。はい、じゃあ、以下はカットです。注意書き1番、注意書き2番、それからワンポイント、こちらすべてカットしてください。はい、こちらすべてカット。このページは上の図表だけ確認してください。 はい。では次のページ。えー、25ページです。十五。はい。ちょっとこちら面倒な図表だけど、頑張ってください。十五。3種の比較。はい。まずね、冒頭はさっきマークしてもらいました。貢献、補佐、補助があって、判断能力の違いです。各状況、一律不十分、単に不十分。 はい、ではこの辺りまで行きましょう。左側はタイトルの色でマークしていってください。 そうですね、ごめんなさい、請求権者も、ね、マークしておきましょう、こちら、請求権者。本人、4親等7親族、それから検察官。 これ三者共通。え本人、四親、等の親族、検察官に請求権があります。はい。で、これはあの、まあ、冒頭の本人、それがよく聞かれます。本人も、えー、申し立てできる。というところね。 で、これ本人がみずから青年い、貢献開始の審判の申し立てをするかって言ったら、まあ、考えにくいです、それは。本人判断能力ないわけだから。ね、でも、えーと、その請求権者だけど、配偶者とか、四親等なの親族、こういった人たちに請求権を認めてるわけですね。なので、他の人に請求権があって、 主役に当たる本人に請求権という権利を認めない、まあ、これは法律上しがたいということなんです、ね。だから実際には本人が請求することはなかったとしても、ね、本人も請求権者に含めましょうということ。はい、それでは次。はい、じゃあ、ね、次はこちらです。はい、こちら。 えこれ本文でも出てきたけど、この補助だけ、補助だけ、開始の手続きにおいて、本人の同意が必要です。これはこの非,え非補助人は、正常に一番近い人だからね、その人について、あえてあなた、非補助人ですよっていう、補助開始の審判をする、これについては本人の同意を得なさいとなっています。 はい、じゃあ次は同意見。はい、こちらを見てください。あ、その前にマークしてないけど、保護者確認しましょう。保護者ね、呼び方。えっと、本人は成年、非貢献人、非補佐人、非補助人。この非って言葉がついたら、これは何々されるって意味です。される、ね。貢献される人、補佐される人、補助される人。ね。まあ、面倒認める側の人ね。それがえ本人。 で、保護者は、そこから、非という漢字を取ってください。そうすれば、保護者の名称となります。貢献、監督人、補佐人、補助人。で、場合によっては、監督、さらに監督人がつくよ、ということ。はい、次。えー、っと、こちら、補助ですね。で、ごめんなさい。ここは、同意見の話。同意見。同意見については、一番右側の、 補助人にに同意権を与与えるには、付与の審判が必要ですで。これもちょっと細かいけどこの付与の審判をするときもやはり本人の同意がいりますはいそして、えー、同意権の範囲13条1項の一部に限られるんで注意してくださいはい民法十三条一項のええー 一部たるけど、民法十三条一項っていうのが、隣の補佐の条文です、ね。非補佐人が補佐人の同意を要するケース。で、右側の補助の場合は、その同意を要する事項については、十三条一項の一部でないといけません。はい。まあ、これは考えたらわかることですけど、右側の えー、非補助人、こちらの方が真ん中の非補佐人よりも判断能力が高いわけです。その判断能力高い人の方が、同意を要する行為が多い、これ変ですよね。はい、なので、えー、一部に限定しなければいけません。非補佐人が同意を要する行為の一部に限定する。 はい、じゃあ、ちょっとこれも細かいお質問、えー、ご質問ですが、今のこのマーカー部分、民法13条1項の一部に限るたるけど、そこ、全部とすることはできるでしょうか。補助開始の申し出として、同意権付与の審判をするんだけどね、その同意の対象を民法13条1項の、えー、全部とすること。これはできないんで注意してください。全部はだめです。一部です。 でそこをね、民法13条1項の行為の全部にするんだったら、これはもう補助にする意味がないですよね。真ん中の補算したらいいわけです。初めから、ね。だから補佐よりも軽い補助にするためには、そこは限定しなければいけません。13条1項の行為の一部としなければなりません。はい、それではその次はこちら。はい、代理権マークしましょう。 はい、代理権も、後見の場合、後見の保護者は成、えー、年後見人だけど、そこはもう当然代理権持ってます。よって、付与の審判などは不要で。右の2者です。補佐と補助ね。補佐と補助は当然には代理権はありません。代理権、付与の審判によりますで。その際、本人の同意も必要で。次はちょっと細かいけど、じゃあ、どういう行為に対して代理権を、えー、与えるのか。 こののの代理権の範囲にについてはは民法13条1条項の行為には限られません、はい、何らかの、えー、特定した行為であることは要します。はい、何らかの、ね、特定行為について代理権を付与することになるんだけど、そこは、えー、民法13条1項から特に、ね、選ぶ必要なし、それ以外でも OK です。 じゃあ、こちらの図表もしっかりね、整理をしておいてください。じゃあ、次、26ページ。はい。こちらからは、相手方の保護の制度です。マークしましょう。書き込んでるところは、後ほど拡大します。 はい、制限行為能力者の相手方の再告権。まあ、あの、追入するのかどうかとね、えー、再告できる。はい。で、こちらの図表の、えー、と考え方なんですが、ちょっとこれはメモしといてください。タイトル部分に、能力あるものに再告して、無返答なら追にみなしとしてください。 能力あるものに再刻して無返答ならついにみなし能力あるものに再刻して無返答ならついにみなし 書い,ておいてください能力あるものに催告して無返答ならついにみなし。はい、これね、えー、っと未成年者なんかと契約をした人がいて、えー、まあ取り消される可能性があります。で、取り消すとかどうかね、もう早くあのはっきりさせてくれっていう催告です。で、無あの能力あるものに再告して無返答はついにみなしとなります。じゃあ、一段目見てください。 一段目。制限行為能力者が行為能力者となった後の本人です。本人。じゃあ、これはもう能力持ってます。で、この人に対して相手があの契約をどうするんだと追認しました。で、追認して、えー、無返答。はい、これはもう返事をしない方が悪いと考えます。こっちは能力があるわけだから。よって追認なし。ここも同じ。 はい。今度はね、本人がまだ制限行為能力者です。本人が制限行為能力者で、保護者。法定代理人補佐人、補助者。あ、補助者じゃない。えー、っと、補助人。えー、っと、保護者に対して催告しました。そしたら、この保護者は能力ある人です。で、この人に催告して無返答。これは返事をしない方が悪いでしょうという考えになります。はい、よって、ついにみなし。まあ、それがこのルールね。 こう能力あるものに催告、えー、をして無返答だったら追認みなしとなります。はい。じゃあ、次はこちら。まだね、制限行為能力者の時に本人です。本人に催告したらどうなるか。まず、非補佐人と非補助人。非補佐人、非補助人に、えー、追認を得なさいとね、催告しました。で、返事が返ってこない。ここは取り消しみなしとなります。 はい、これは、えー、その非補佐人と非補助人は、能力が欠けてる人。で、能力が欠けてる人に対して催告をして、返事が返ってこない。これはやむを得ません。はい、だからその場合は、えー、本人の保護を考えて、取り消しみなしのほうになります。はい、じゃあもう一箇所。 ここはまた考え方変わるからね。未成年者、成年非公権人に再国をしました。上と同じように考えると取り消し見なしになりそうだけど、ここはそうじゃありません。ここは、再国自体が無効。意味をなさないとなります。再国自体が無効。はい。で、これはなぜならっていうところを書いてます。また後日やるけど、今の、 未成年者と成年非公権には相手からの意思能力を受領する能力がないという考えになるわけ。意思表示を受領する能力がない。受領する権限、それがかっこない。はい、そうすると未成年者などは意思表示を受け取る能力がないから未成年者に意思表示をしたら。 えー、この催告はもう、全く意味を持たないっていうことなんです。意味をなさない。はい、なので、もう何も効果は発生しませんよということ。催告が無意味っていうことは、えー、取り消し見なしにも、ついにみなしにもね、いずれにもなりません。もう何も効果は発生しないということです。 はいでね、これもちょっと非常にまた細かいお話だけど未成年者とか成年費以降期間に使用時を受領する能力ありません。ね、だからこれ、催告無意味、えー、なんだけどこれまたあの別な話でやるけどね未成年者に使用時、催、え、告、ー、しました。ね、その後未成年者の法廷代理人が未成年者なんかはがきがあの手紙が来てるなっていうことでそれを見ました。こうなるとどうでしょう こうなると法廷でニが知ったわけだからそうなると相手方はこの催告を未成年者側に対抗できるように変わりますまあだからそれだったらもうあとは返事をしない方が悪いですねついにみなしになりますねっていうようにまあ考え方が変わるわけまあ一応そう,そういうこともねありえるんだけどそこまでは聞かれないからねそこまでは聞かれないんでまあこれはもう未成年者止まりっていうところで判断してください 保護,保護者は気づいてないい保護者気づてなくて未成年者または成年非公権に止まりということだと本人には受領権限がないからこの催告自体がもう全く意味を持ちませんよという考え、はい、じゃあその下いきましょう、はい、こちらカットを一所だけマークしてください はい。注意書きカット。関連式も二つ目以降はカットです。関連式の一つ目は大事。はい。上の図表の20条の制限行為能力値の相手方の再国権。はい。これは詐欺脅迫取り消しの場合には類似適用されません。はい。その点注意してください。 えー、詐欺、凶悪をした人がいます。ね、そうすると、この契約は取り消しができる行為になりますね。でそのにそに、その詐欺、凶悪を働いた,た人が、あなたこれね、取り消しするのか、追認するのか、ね、さっさとあの確定させてくれ、こんな催告できるか、ね、これはそういったあの権利を認める必要性はないでしょうということ。ね、その詐欺とか凶悪をした人に対してね。はい、だからこれはあの、制限行為能力者だけの制度です。 はい。じゃあ、まずこの相手方の催告権。これがまず一つ相手方の保護のための制度。次のページ見てください。もう一つあります。制限行為能力者の差術。こちらをマークしましょう。 これは、制限行為能力者が、詐術、相手をだましたということです。詐術を用いたときは、取り消し権がなくなります。まあ、ペナルティ。まあ、本当は未成年者なのに、相手を成年者と誤信させて、そして契約を締結させたということです。ね、そのときは、もう取り消しはできなくなるよということ。えっと、1段目。 あそこはマークはしてないけど、制限行為能力者が、えー、相手に自己を行為能力者であると誤信させる目的で採イを用いたこと。で、ちょっと細かいけど、これは同意検出の同意があったと誤信させた場合、まあ、こういった場合も含まれてきます。まあ、そこに図があるけどね。あなたは未成年者はないですかね。まあ、そうだけど。 親の同意得てるから大丈夫ですよで、ね。こんなパターン。右の人、勇気ありますね、なかなか。<laughs> はい。で、まあ、公うね、相手を騙した場合。はい。じゃあ、その下見てください。1番、2番。あつまり、効果見ましょう、効果。 で、この、差術を用いたら結果、取り消しができなくなるってことね。まあ、相手を騙したわけだからね、ペナルティ。で、大事なのが、丸一番には、判例があります、判例。で、どういう場合差術に当たるかだけど、えっ、ー、とね、単に未成年者だっていうことを、黙ってただけだったら、差術に当たらないとされてます。ね。あの、契約の時に、もう何も聞かれなかったんで、未成年者だっていうことを伏せていた。これは差術になりません。 はい、ところが、丸2番、制限行為、能力者であることは黙っていた、黙秘していたんだけど、これが他の言動などと相まって誤信を強めたときは、差術に当たります。という判例があります。はい、これはあの必ず知っておいてくださいね。はい、契約をするときに、自分が未成年児だということを何も触れなかった、これじゃあ差術になりません。 で未成年者だということは何も言わなかったんだけど、そこを他の言動と書いてますね、他の言動。なので、例えば、えー、と今度、この契約がまとまったら、一、え、杯、ーや,えー、やりに行きましょうとかね、まあ、そんな発言をしたり、あるいは契約締結にタバコを吸ってるとか、ね、そういった行動があったり。そしたら、まあ、未成年者だということは言ってないんだけど、そういう言動や行動を見ると、 相手はあ、この人は成人者だ、成年者だと思っちゃいますよね。はい、だから、そのような行動があれば、これは、差実に当たるということです。はい、ちょっと過去問レ題示、あんまり見てなかっただけどだけど、ちょっと今のところ見てみましょう。えっ、ー、とね、下のページで8ページになります。 はい、こちらの一番上、8ページの一番上、これやってみてください。 はい。これはさっきの判例を聞いてます。キーワード確認してもらって、A は C に事故が未成年してあることを告げなかったと書いてます。はい。その時、もはや契約取り消しができなくなる。まあ、それが差術に当たるかどうかを聞いてるわけ。はい。そうすると、単に未成年だということを告げなかった。これはテキスト丸一番。これだけだと差術に当たらないということですね。 はい、だから、この場合は契約取り消し,、えー、り消しできるということ。で、今の事例で、まあ、未成年者だということは言わなかったんだけど、えー、それ以外のね、他の言動、他の言動と相まって、えー、相手を成年者と誤信させるようなことがあればね、それは最中になるということです。はい、じゃあ、適当に戻りましょう。えー、27ページ。 はい、じゃあ次はこちら2つ印をつけてください。こちら2点。はい。じゃあこちらも読んでおいてください。この四角と丸一番ね。じゃあ画面変えます。2番、3番カットです。2番、3番カット。 はい。では次のページ。29は丸ごとカットです。2九は丸ご、あ、ごめんなさい、28。28は丸ごとカット。はい。じゃあ次は29に行きましょう。十九。はい。次は、不在者の財産管理、それから失踪宣告っていう制度を見ていきます。えー、一番のところを見てもらってね。図表の中、マークはいいです。不在者の財産管理っていう制度があって、これは、 不在者はまた帰ってくるだろうという前提で、それまで管理人を選んで財産を管理してあげようという制度。失踪宣告。こちらは、不在者はもう帰ってこないだろうという前提。はい、でもね、まあ、現状は生きてるかどうかわからないわけです。その時に失踪宣告を出してもらって、失踪宣告が出ると死亡見なしになります。で、死亡したと見なしてもらって、 えー、自分が再婚したり、あるいはその人の財産を相続できたり、そんなことを可能、えー、としましょう。そんな制度。はいではね、こちらもカットしておいてください。1番の意義、こちらカット。はいじゃあ、その下マークしましょう。2番とカッコはカッコ1番とワンポイントカットです。 過去1はカットして、過去2番見てください。不在者、行方不明になった人、不在者の財産管理人がいないとき、そのとき、利害関係人、検察官の請求で家庭裁判所は必要な処分を命ずることができます。ワンポイントはカットしてください。2行目の必要な処分、これは、えー、不在者財産管理人の専任を指します。通常ね、その必要な処分というのは管理人の専任です。 こちら書いておいてください、タイトル部分に。括弧、不在者の生死不明は要件ではないと書いてください。括弧、不在者の生死不明は要件ではない。CFP30 の括弧3番。 これね、ちょっと、あの、紛らわしいところなんだけど、不在者の生死不明が要件となっているっていう場面もあるわけ。それが CFP30 のカッ3番です。で、最初にこの、えー、不在者の財産管理人の潜入、えー、を申し立てる場面。ここではそれは要件ではないということ。不在者の生死不明は要件ではありません。 はい。では、こちらのページ以上。次のページに移ってください。30ページです。はい。じゃあ、まず、冒頭、ワンポイント。はい。その下はマークしておいってください。 はい、まずこの不在地の財産管理は一つのワンポイント、検察官も請求権使に入っているという点注意してください。この検察官が入る場合は、そこ書いてるように公益的な立場からとなります公益的な立場から公の利益です公の利益を守る、そういった立場から。 はい、で例えばねあの、行方不明者がいます。で、この行方不明者が残した、えー、と土地があって、もうそこに木が生い,い茂ってしまってね、もう木が坑道の方にこうに倒れ込んできている、こういった状況があれば、あのこれ、危険ですよね。はい、だからこれはあの公の利益を害することになというような状況になってるわけ。個人だけのの問題ではなくて、はい、そのように 公の利益を害する、まあ、こういった状況であれば、検察官は公的な見地から請求することができるということです。はい、なので、この検察官ね、あのいろんなところでところどころ出てきますけど、検察官がこの申立て権者になるということは、これは公益的な目的があるということです。共通して言えることは。 公の利益ね、公益目的がある、その場合は検察官も請求権者になります。はい、それでは2つ目、ワンポイントはカット。じゃあ、次はね、ちょっと細かい条文並ぶけど、頑張って読んでいってください。家庭裁判所が、えー、財産管理人を選任した後本人が自ら管理人を置いたときは、家庭裁判所は請求によって管理人選任を取り消さなければならない。 はい、そして次、確保3番。これがさっき書いてもらったところで、ここが生死不明という要件が入ります。これ、結構聞かれる、えー、条文。不在者が管理人を置きました。でそのときに、不在者の、えー、生死が不明、はい、となったときは、利害関係などの請求で裁判所は管理人を解任することができます。 そこの解任という言葉、ねあの、商業届で出てくる解任と漢字が違います。改めるという漢字になってますね。はい、なので、下のワンポイントをちらっと書いてるけど、えー、旧管理人は辞めさせて、別な管理人をつけるとかね。まあ、そういったのが解任となります。はい、ここワンポイントは上下カットしておいてください。はい、じゃあ次に行きましょう。次は5番。 あ3番マークしてください三番はい一番下は印です 不在者の財産管理人が管理行為。管理行為はねあの、さらに細かくは保存行為、利用行為、改良行為、このものになります。またこれは代理のところで出てきます。管理行為をする場合は裁判所の許可を要しません。一方で処分行為。処分行為というのは管理行為を超える行為です。まあ、典型例は売却、売買なんか処分行為。処分行為をするときは裁判所の許可必要。 はい。そしたら、図表はもう同じです。保存料改良。このような管理行為をする場合は許可不要。で、保存、あ、よくさ、処分行為をする場合は許可必要となります。関連判例は印。えー、関連判例はね、これちょっと細かい論点だけど、一回で過去問で出されてます。家庭裁判所が選任した不在者、えー、財産管理人は、民法28条所定の 家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物宗教土地明け渡し請求訴訟、この任用した判決に対し控訴、または上告することができる。えーっとまあ、不在者が、えー、ある人の土地に建物を建て,てたわけ。で、もう行方不明になったんで、この不在者に対して建物を、えー、宗教して、 土地を明け渡せって言ったらね、これが起こされた。で、それで、えー、と最初裁判で負けたんだけど、えー、控訴上告をする。で、これはその不在者の財産管理人ですね、えー、裁判所の許可なしにできるということです。で、これはリア害末尾。これは保存行為に当たるということです。保存行為に当たる。不在者側が、 建物、宗教、土地、明け渡し請求訴訟を起こされてね、負けた。で、これに対して控訴上をする。まあ、この行為は保存行為と考えられるだろうということです。よって許可不要。はい、では次のページ見てください。31。はい、こちらマーク。 はい。すみません。こちら、マーカー部分は読んどいてください。はい。次は印。カッコ1番とワンポイントはカット。以下、同様。カッコ2番は印、ワンポイントはカット。で、カッコ3番は印、ワンポイントはカット。はい。1番から3番までね。番号に印をつけて、それぞれワンポイントはカットしていってください。1番下。4番両方ともカット。4番番番号もワンポイントもカットです。 でね、こちらもすみません、ご自身で読んでおいてください。今の1番、2番、3番とかね、細かいところなんだけど、これ、いずれも、この不在者の財産管理に関する、えー、条文知識となってるからね、まあ、それぞれ一読しておいてください。どんな条文があるのか。で、3番だけね、ちょっと過去も出てるけど、まあ、これ分かると思うんだけど、3番。家庭裁判所は、不在者と、えーかんあ、管理人と不在者の間の事情により、 不在地の財産の中から管理人に相当な報酬を与えることができます。で、これ、過去問で出てたのが、報酬を与えなければならない程度だ。これは×だからね。はい、報酬については、与えることができるが正解です。はい、それでは次を見ていきましょう。次は、えー、32ページ。 はい。次、失踪宣告です。こちらマーク。失踪宣告。はい。これも同じく行方不明になった人の話。普通失踪と特別失踪がありました。 えー、死亡したとみなされる時期が左側は失踪宣告満了時、右が期難が去った時となります、えー。注意書きとワンポイントはカットです。注意書きワンポイントはカット。はい、それです。下に降りてワンポイント印、次の図表も印です。 はい、まずね、普通失踪というのがあって、これは普通に行方不明になったとき。特別失踪は上の図上に書いてるけど、戦争に行ってたり、えー、沈没した船舶に乗ってた、そんなようなケース。で、この、えー、失踪宣告というのは、行方不明になった人がいて、この人に対して失踪宣告という宣告を出してもらって、この人を死亡したとみなすという制度です。 まあ死亡したとみなされるんで、財産なんかは相続できるというもの。はい、じゃあね、普通失踪。普通失踪は、行方不明になってから7年間、7年間、えー、生死不明、7年間ですね。はい、7年間、生死不明であれば、ここで初めて、 えーっとね、ごめんなさい、ここから失踪宣告の申し立てができるようになるということ、ね。行方不明になってから7年経ったら申し立てができる、はい。で、これ、このあとね、申し立てがされました。あごめんなさい、あの申し立てじゃない、裁判所によって失踪宣告がされました。で、失踪宣告がされると、ここ、この7年の期間満了時に死亡みなしとなります。 特別失踪。特別失踪は、戦争なんかが終わって、1年経ったら申し立てができるようになる。で、この申し立てで失踪宣告がされました。そうすると、それによって、この時点です。ここで死亡見なしとなります。この死亡見なしの時期がちょっと変わるんで注意してください。はい。で、これは、 普通失踪の場合は、行方不明、普通に行方不明になってるわけだから、しばらくは生きてるっていう可能性があります。しばらくは生きてる可能性があるんで、死亡を見なしとする時期は、この後ろの時点としましょうってこと。ところが、こちら、特別失踪は、戦争に行ってたとか、乗ってた船が沈没したってこと。で、そこからまあ1年間経ったわけ。で、失踪宣告はされました。そしたら、その人はいつ、 死亡してるのかこの避難が終わってから1年経ったときに死亡というのは変ですよねもし死亡してるんだったらもうこの時点で亡くなってるはずです、はい、よってこの時点を死亡、えーえー、した時期と見なしていこうってことねはいじゃあ次のページ33見てください はい、じゃあ上の2つ印。 はい。まず二つ目見てください。不在主の財産管理の制度もあるけど、不在主の財産管理の制の有無にかかわらず、失踪宣告の請求ができます。まあ、両者別に無関係ということです。失踪宣告の申し立てする前段階として、え必ずね、不在主の財産管理を置かなければならないっていう、そういう決まりはないということです。一つ目。 失踪宣告で死亡見なしになるから婚姻解消、婚姻関係解消されます。婚姻関係解消のやり方として、3年以上生死不明ならば、離婚手続きもあり得ます。まあ、それでも良いですよってこと。 まあしばらく行方不明でした。ね、行方不明。で、まあ、3年経ったら離婚請求できます。で、えー、失踪宣告だったら7年待つ必要があります。はい、ただ、こっち離婚もいけるけど、離婚の場合は相続権はなくなります。という違いはあります。相続権はなくなる。 はい。まずね、行方不明者がいるでしょね。で、3年経ちました。で、離婚請求します。そしたら、まあ、離婚はされるから、こえっ、ー、と、婚姻関係はなくなるんで、えー、この人は新しい人と再婚ができます。再婚ができます。はい。でも、この離婚の場合は、まあ、こっち、夫としたら、夫が財産持ってったら、相続はできません。 まあ財産分与っていう可能性があってもね、相続はできません。ちょっとそこは違いになってきます。で、逆に、行方不明になって7年経てえばえ失踪宣告ができます。で、失踪宣告の場合は、夫が死亡したとみなされて、で、婚姻関係なくなるから再婚もできるし、それからこの場合は相続権もあります。死亡みなしだからね。 はい。ちょっとその相続権が認められるかっていうところが違いが出てき,出てきます。はい。じゃあ、マーカー部分見てください。はい。権利能力を喪失させるものではないよということ。失踪宣告で死亡みなしとなるんだけど、本人がもし生きていたら、本人の権利能力は認められます。はい。そして、えー、失踪宣告は 生失踪者が生存することなどが判明しても失踪宣告が取り消されない限りは失踪宣告の効果は失われません、はい。次はこちら3番タイトルと、ね、その下カットしておいてください要件とワンポイントここがカット。 はい、で今書いてあったお話だけど、えっとね、失踪宣告は、これによって死亡したとみなすっていう制度です。死亡みなし。でもう一つ、のみなすとあの紛らわしい言葉で推定するという言葉があります。同時死亡なんかは同時死亡の推定でしたよね。推定。で、推定とみなすの違いは何かというと、 推定だったら、反対の証拠、略して反証と言います。反証で覆せます。推定の場合は反証でえ覆せる。だから、一旦同んどの推定となってたんだけど、いやいや、違う時期に死亡してますよっていう反証が出てきたら、それで覆せる。これが同うしの推定。ところがミナス、みなす。みなすは、反証で覆せないのがみなすです。 で覆すないはい、そうするとね、どういう話になるかというと、A さんについて失踪宣告がされました、失踪宣告。ね、で、これで一旦 A さん、死亡見なし、見なしですよ。で、A さんが後日、生きて帰ってきました。 こ生きて帰ってきたって反証です。反対の証拠。ね、じゃあ、この反証が出てきたから死亡をみなしという効果は覆るかというと、覆りませんということです。ということは変な話だけど、A さん生きて帰ってきたけど死んだままということ。法律上ね。はい、じゃあそこどうしたらいいか。どうしたらいいか。ねこれは 失踪宣告がまずあって、死亡見なしになってるわけね。で、ここで A さん生きてるって反証が出てきても、この死亡見なしはひっくり返らない。じゃあ、どうしたらいいかというと、この死亡見なしの前提となってる、この失踪宣告の方です。こっちを取り消せばいいわけ。ね、この失踪宣告を取り消したら、これに基づく死亡見なし、ここもなくなるわけです。 失踪宣告を,、ね、を残したままで、えー、自分が生きて帰ってきたという反証をいくら出しても、ね、それは死亡見なしはひっくり返し、えー、りませんよということです。はい、それが、まあかえーっとね、こちら、二番し、えーっと。失踪者が生存することなどが判明しても、失踪宣告が取り消されない限りは、死亡見なしの効果は失われません。 そこを取り消す必要があります。はい、じゃあえっ、ー、と。こちら間カットして下に行きましょう。効果マークしてください。 はい、失踪宣告が取り消されると、初めから失踪宣告がなかったことになります。失踪宣告を取り消し前に、双方善意でした行為は影響を受けない。直接財政を得たものは現存利益で変換すれば足りるとされています。はい、こちら3カ所マーク。 じゃあ今のところ順番に見ていきましょう。次のページ、34見てください。はい。それでは次はこちらをマークしてください。34ページ。 はい、失踪宣告は取り消されると、初めからその効果なかったものとなります。はい、左の図で B は A の相続員となれる、はい。ちょっとこれややこしい話だけど、まず1番と2番で考えてください。1B について失踪宣告。 これで B は死亡見なしになります。その後、えー、右側の A が死亡。そしたら、1番、2番で考えると、A が死亡したときにはもう B は先に死亡してたということになるから、えー、ここだと、えー、B は A を相続できません。はい、ところが、丸3番。その後、失踪宣告が取り消された。はい、こうなると、この失踪宣告は初めからなかったこととなります。 はい。ということは、A が死亡したとき、B は生きていた。ということになるので、B は A の遺産を相続できるよ。ということになります。はい。じゃあ、ワンポイントはカット。はい。では、次のページ。35ページ。じゃあ、次、こちらマークしましょう。35。ワンポイントは2つ印をつけてください。 失踪宣告で財産を得たものは現存利益で返せばよいとされています。はい、えー、っと、A がし、A について失踪宣告があって、B が財産を相続しました。で、それ使い込んじゃうということがあるからね。もし後日 A が生きて帰ってきて、 失踪宣告取り消しがあれば現存利益で返せばよいはいじゃあワンポイント3つとも印をつけてくださいはい1つ目読んでおいてください2つ目、えー、こちら32条2項では条文上特に区別はないんですがえー、っと不り離の700 えー、4兆というところですね。まあ、それと同じように区別しましょうということ。善意の、えー、取得者。善意の取得者が、えー、の場合は、ごめんなさい、現存利益の変化で足りる。だ上の図で言うと B さんです。B さんが、まあ、A は実は生きてるということを知らなかった。そのときは現存利益で返せばよい。で、悪意。悪意ってことは、上の図で B さんが実は A が生きてるということを知ってた。ということね。 はい、そのときは、えー、使い込んだお金など、利益の全部、プラス利息損害をつけて返還しなければなりません。返還範囲が増えるよってこと。次のワンポイント。はい、これよく出てくる事例だけど、じゃあ、どんなものが現存利益なのか。まあ、現に利益が残ってるっていうことなんだけど、えー、500万円、500万円すのまは残ってます。これは現存利益あり。 現存利益ありだから返還しないといけない。300万生活費に使った。これも現存利益ありとなります。200万ギャンブルに使った。これは現存利益なし。はい、だからね、えー、と200万ギャンブルに使ったときは現存利益がないから返せなくていいよってことになります。なんか逆の感じがするけどね。ギャンブルに使った。 えー、法をこそ返さないといけないんじゃないかっていうね、感じするけど。ねまあ、一応、でも法律上は現存利益、現に利益が残ってる程度で返す、ね。そうするとあの、ギャンブルに使い込んだときは、もう現に利益は何も残ってないでしょうと見るわけ。使い込んだらね、もう現に残ってる利益はない。まあ、だから返還不要ということ。 あの馬券買って当たったんだったら現存利益残ってますよ。ね、当たったんだったらそれが利益。ね、だけどもう全部外れたということです。馬券が全部外れた。ね、だからもう現存利益なし。で逆に生活費。生活費は、まあ、これは丸になります。で、これは生活費の場合は、まあ、何らかの形で現存利益として残っているでしょうということです。例えばあの相続したと思ったお金をえ使って、え 衣類を買いました、ね、そしたら、その衣類を買ったら、その衣服、残ってるわけです。ねまあ、そしたら、確かに、多少価値は減っていたとしても、えー、現に利益はある程度で存在しています。この場合は、スのね、現に利益が残ってる程度で変換しなさいっていう話になるわけ。はい、それでは次のページいきましょう。 はい、36です。こちらマークしてください。36。 はい、今度はね、えー、X がなくなって A が不動産相続して B に売ったときの話。はい、これ、それぞれ枠内はカットです。はい、でこれは双方全位 A のね、それでしっかり覚えてください。A、B、双方全位ならば、えー、この AB 間のバイバスのまま有効となります、えー。A も B もそれぞれ X が実は生きてたということを知らなかった。で不動産を売った。 その後、X が生きて帰ってきて、失踪宣告取り消されても、もこの不動産売買は有効ですよってこと。B は不動産返せなくてよい。で、逆に次。AB の一方、または双方が悪意。実は X が生きてるってことを知ってたというわけですね。はい、この場合は、売買無効となります。言い換えると、B は土地を X に戻さなければならないとなります。 はい。じゃあ、このページ以上、以下カットしてください。はい。下のワンポイントと、えー、ごめんなさい。ワンポイント2つはカット。では、次のページ見てください。37。はい。これはちょっと発展論点、マークしましょう。37。 はい、失踪宣告、えー、と転得者という論点、えー。X が死亡したと思って、A が相続した不動産 B に売りました。A も B も全員で。さらに C に転売したとき、これは絶対的構成で考えます。C は保護される。D バスの直後を読んでください。 これ、えっと、AB 双方全員だから B が確定的に不動産取得します。はい、この場合はもうその後の C も完全に有効に取得できる。法律関係の早期安定を図るという趣旨です。相対的はカットしておいてください。相対的はカット。はい。で、次、図表のところ。はい。これはケース1番、3番マークしましょう。その他はカットしておいてください。ケース1番と3番マーク。 はい、これね、あのまあ、ケース1番分かっておいてください。過去問にも出されてます。ケース1番は A が善意、B も善意、これで双方善意です。双方善意なら有効になります。この場合は、たとえその後悪意の C が登場しても、えー、もうこれは有効なまま C は保護されます。であと、ケース3番ね、これも同じ過去問に出たんだけど、これは A と B も両方とも悪意、まあ、これダだめです。 AB 両方悪意だったら AB 間有効となりません。よってそのあと C ね、c さんがまあたとえ全員であっても保護されません。あと、ケース2、3 2 4号はもうカットしてね、無視しておいてください。はい。では次のページ、えー、38です。はい。ではこちらマークしましょう。はい。これちょっと応用、またね。 コイン関係、はいえー、X について失踪宣告があって、えーまあ、死亡したと考えて A が B と再婚しました。 ところが、X がその後生きて帰ってきました。失踪宣告取り消し。この場合どうなるか。まず、small a はさっきと同じ。ab 双方全位。a も b も実は X が生きてるということを知らなかった。この時は、ab 間のアトコン。これだけ有効となります。もう、Xa 間は×無効になる。難しいのは次、b。 A と B の一方、または双方が悪意。はい、こちらをマークしましょう。えっとね、A と B の一方、または双方が悪意だと、さっきの不動産の考え方でいくと、AB 間が無効。 ととななって XA 間だけの婚姻となるそうなりそうなんだけど、ここはちょっと考え方が違うということ。一方相応が悪意のときは、実は AB 間の婚姻も無効とならないと考えていきます。よって結果、重婚関係となる、銃婚関係。だから、重婚関係だから重婚関係だからあとは XA 間離婚するか、AB 間は重婚で取り消すか、それで解決を図っていってくださいということ。 でこれなぜかというと、そのマークの手間に書いてるけど、実は、婚姻の無効原因、それは742条という条文で、限定列挙なんです。742条で、婚姻はこういう場合に限って無効となりますよと決まってるわけ。で、このケースはその742条の無効原因に当たらないということなんです。このケースね、742条の無効原因に当たらない。 はい、よっても、ここは無効とすることには、えー、できないということなんです。742条の無効源に当たらないからね、無効とできない。はい、よってやむ,、えー、やむなく15。はい。じゃあ、発展論点カットです。発展論点はカット。はい。それでは、えー、不在者と失踪宣告がそこまでで、えー、と次の法人というところからですが、 これはね、えーっと、39からしばらくもう飛ばしてもらうことになりまして、えーっとね、39から52ページの上まで飛ばしてください。39ページから52ページの上、公益社団法人、そこまで飛ばしてください。法人については、えー、商業登記のところでね、まあ、商業、ごめんなさい、登記に関係して必要なところだけ、商業登記の方で見ていきます。民法ではもう無視しておいてください。 はい、そこまで飛ばす。はい。だからもうこの間気にしなくていいからね、えー。39から52ページの上までは気にしないでください。はい。で、今回最後にその次、52ページの権利能力なき手段、ここだけえらしといてください。はい。権利能力なき手段。1番カット 管理、えー、能力なき手段ってはね、大体わかると思うんだけど、えーまあ、人が集まってるんだけど、法人なる手続きを取ってないわけ。なので、権利能力がないまあ団体ということ。まあ、よく出てくるのが、まる町内会とかね。 〇〇 PTA とか、そんな例がよく出てきます。はい、じゃあ、法律関係、はい、こちらマークしましょう。 債権も債務も、そういう的に帰属と考えますそうい,うという言葉の意味は次のページ、また出てきます、はい。上の関連判例見てください、関連判例。権利能力なき手段の構成の資格要件に関する規定の改正、これは特段の事情がない限りり、えー、承諾をしていなかった厚生を含め、すべての構成に適用される。 はい、これどういうことかというと、えー、例えば〇〇町内会というね、権能力なき手段があって、今までは何も要件なかったんだけど、今後、今後はこのメンバーでいるためには、年会費1万円取ります。ということがね、まあ、多数決議決定された。そしたら、そんな嫌だってね、当然反対する人いるでしょう。でも、多数決で決めた以上はね、そのキーワード。 承諾をしていなかった構成にもその新しい規定は適用されるよという話です。はい、一番下。権利能力なくしたの場合は財産関係はそういうという考え方するんだけど、これは、あのそういうでなくすることもできるということ。構成員間で、えー、そういう廃止のすだめ。 に関する合意をしておれば持ち分の処分などもできるようになる。はい、だから原則はそういうなんだけど、えー、この権利能力なくしたのメンバーの合意で、まあ、うちのこのね、えー、団体ではこのそういうという考え方はやめようじゃないかっていうことでね廃することもできます。じゃあ次こちらマークしましょう。53共同所有形態。 はい。じゃあタイトルマークして以下 ABC カットです。こちらね。そした ABC はカット。はい。ではこちら確認してください。共同所有形態3つあって、民法で出てくるのはほぼ1段目の共有。共有の場合は具体的持ち分があります。具体的持ち分とは中の1。 えー、共有者が自分の持ち分だけ処分をするとか、あるいは分割請求、これは共有物分割請求です。なんかもできたりする。これが、えー、具体的持ち分。合流というパターン。これ珍しいけど、これは民法上の組合の場合と考えてください。民法上の組合。で、合意だったら、潜在的持ち分だけ認められる。潜在的っていうのはどういうことかというと、中のに、脱退時に払い戻しが受けられる。 っていうものです、はい、ですのであの、自分がメンバーでいるときに、上の教諭のように、メンバーでいるときに自分の持ち分だけ処分するとか、ね、あるいは分割請求するとか、そういったことはまずできないということ、ねまあ。メンバーでいるときはだめなんだけど、そのメンバーを辞めるときです。メンバーを辞めるときになれば、えー、払い戻しが受けられる。まあ、これが、えー、潜在的持ち分。 はいそして、そういう、これが権利能力なくしだの場合です。そういうの場合は、上の共有の具体的持ち分も、合意の潜在的持ち分も、いずれも認められないということ、ね。なので、メンバーでいるときに持ち分を処分できないし、辞めるときに払い戻しも受けられないということです。はい、ただ、その辺については前のページの一番下にあったけど、投資家の合意で変えることはできます。 はい。では次のページ54見てください。はい。これは不動産登記の話だけどね。はい。こちらマーク。 権利能力なき手段が不動産を持っているとき、その権利能力なき,、えー、なき手段、えー、自身には権利能力がないから、団体名義で登記できません。丸一番ね。権能なき手段名義の登記とか、あるいは権能なき手段の代表者たる肩書き付きの名義。こんなのダメ。まあ、それぞれ、なぜならはカットしておいてください。で、登記をするんだったら上の1、2、3。 代表者、個人名義などとなります。ま1、あ、番典型では代表者個人名義。はい、またこれは不動産登記でもやるからね。その下見てください。はい、こちら2つ印発展論ではカットです。 こちらの二つは、えぇ、ー、ご祝のところを確認してください。新代表者は原告的確を有する。原告になれる。それから、権利能力なきし団も原告的確を有する。とね、あります。で、これは、今、えー、県のなきし団が不動産を持ってるんだけど、旧代表者 Y 名義になってます。旧代表者 Y 名義。で、新代表者が X。で、Y が登記に協力しないから訴えた起こしたいわけ。 その時誰が原則になれるか。一つの判例は、新代表者、X は原則になれますよってこと。で、二つ目は、権利、能力なき手段自体も原則になれるという判例。はい、でね、これは、あのどっちがまあいいと思いますやり方としては。 これシンプルなのは上のやり方なんです。シンプルなのは。なぜかというと、誰から誰に登記をするか考えてください。今の事例。今の事例は、旧代表者 Y で登記されてて、新代表者が X。これ、登記をするときは、Y から X に委任の終了という原因で移転登記するわけです。でしたよね。ということは、X 自身が登記名義人となるわけだから、 その登記を受ける X 自身が原告になって Y を訴える。というのがまあシンプル。そしたら、登記を受ける人と裁判の原告が同じ人になります。はい、だから X はまあ原告になれるんだけど、だからといって、そのことをもって、えー、権利能力なき手段自身が原告になること、まあ、これが特に否定されるわけでもないでしょう。ということで、それも OK ですよというのは下の判例。はい、だから下の判例の場合は、 町内会が原告になるんだけどただしそこで求めていくことは Y から X に登記をしろという訴えになります。ね、y から X に登記をせよという訴えをまるまる町内会が原告になって起こすこともできるということです、はい。だからこのケースは原告とそれから実際に登記を受ける人はずれてしまうことにはなります。はい、でもまあそれが否定されるわけではないよということ。 はい。じゃあ次のページです。55。はい。このページ最後ね。はい。じゃあこちらマークしてください。一つ目の図表。はい。こちらね、不動産登記の話だからね。えー、まあ、権利能力なき手段で登記できるか、図表の中はちょっと見といてください。こちらね。はい。じゃあ次の図表。あ、ごめんなさい。これで1番5番印ね。1番5番印。はい。で、次。こちら。 これ、成立要件と目的、ここはカットしておいてください。はい。で、ここは組み合わせてください。これ、セットね。一般社団法人は法人格、権利能力です。まあ、これがあるから、団体名義で登記が受けられる。右の2社はツということ。権利能力なき社団と、それから民法上の組合、これはツとなります。 はい、で次はこの下を2段セット。下を2段セットね。で、これだけマ,マークしておきましょう。組合。団体の債務について構成員が責任を負うか、組合だけ丸となります。はい、注意書きがカット。一番下は印をつけてください。 はいまあ、組合またね、あの後日やるからね。はい、一番下に、ね、読んでおいてください。で、ちょっと最後にごめんなさい、少しだけ。その組合っていうのがあるけど、えー、これ、民法上の組合だけど、これはイメージとしたら、えー、民法版の持ち分会社っていうイメージを持っておいてください。民法版の持ち分会社。この組合っていうのはね、組合契約っていう契約を結んで、結局は会社みたいなものを作るって話です。 民法版の持ち分会社というイメージ。はい、そしたら、持ち分会社を思い出してください。持ち分会社の社員になったら、持ち分会社の債務について責任を負いますよね。それと同じ。それと同じで、民法上の組合の組合になったら、その組合の債務について、組合員は責任を負いますよ。っていうね、同じような形になってるわけ。 持イメージ的にはそうなんだけど、民法上の持ち分、あえっん、と、ごさい、民法上の組合と、えーま、これは、えっと、民法版持ち分会社と言いました。会社の持ち分会社、根本的な違いは何でしょうイメージは似てるんだけど、根本的な違い。はい、それは法人格があるかどうか。 会社法上の持ち分会社は法人格があります。これ会社だから。ね、で、民法上の組合は、イメージとしてはその持ち分会社に似たようなものなんです。会社みたいなもん、ね。だけど、団体には法人格はない。そこが根本的な違いとなります。ね、ただ、イメージ的にはそういったイメージを持っておいてください。またそれ組合のところにね、やります。はい。じゃあ、次のページカットです。56はカット。 はい。じゃあ、すみません。ちょっと今日はいきなりあの少しね、オーバーしてしまって申し訳ございませんでした。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回は今の56ページまで、ここまでマーク読み直してもらって、そして、範、は、囲、い、のところを書去問ん。ね。で、これは、あの、全部が難しければ、まず A がついてるやつね。それから潰してみてください。で、来週になりますね。そこで、あの、今回のこの書去問ん、皆さんが練習できてるか、それをね、確認テストで試すことになります。 えー、来週の日曜日ですね、まあ、それまでよく復習をしておいてください。はい、では、えー、実践力パワーコーズの、えー、民法の1回目、以上です。お疲れ様でした さて事務局の方からですすねご案内させていただきます皆様、あのたくさんの方ご参加いただきました。誠にありがとうございます。お疲れ様でした。また各校舎でご覧いただいた方もお疲れ様でした。えー、YouTube ライブでご覧の方もお疲れ様でございました。ちょっと一点ですね、えー、と来週ですね、確認テストの件で、えー、もし、Zoom でご覧いただく方はですね、ここの。 民法と3の講義の前に確認テストを行うんですけれども、えー、もしズームでご覧いただく方なんですけれども、ちょっとこちらですね、マイページに ID とパスコードの方を、えー、記載させていただきます。それが、えー、マイページ、ログインしていただいたトップページの○○さんにおすすめの最新情報。 ここから入っていただきましてあ、ここにですね、掲載していきます。なので、今ちょっと日付がまだ別のものが載っておりますけれども、○○さんにおすすめの最新情報というところに、Zoom の ID、パスコードを載せますので、そこで Zoom の ID、パスコードを確認いただいた上で、えー、Zoom の方にお入りいただきます。そして、Zoom でご覧いただく方は、 えーと確認テストの教材ですね、が、こちら、マイページの欠席ウェブフォローですね。24に実践力パワーアップ講座欠席フォローというところですね。こちらを、こちらに入って、こちらの枠に入っていただいて、この左の、えー、下のところらへんにですねあの、ファイル一覧という項目がございますので、そこに、 えー、レジュメですね、確認テスト用のレジュメをアップいたします。もし、ズームでご覧いただく場合は、えー、オンラインストアに入っていただいて、この欠席ウェブフォローの欄に入っていただいて、教材の方をですね閲覧、または印刷していただいて、えー、確認テストの方をご受講お願いいたします。はいで ズームでもしご,覧ご入室いただく方なんですけれども、えっ、ー、と、ID は丸村さんにおすすめの最新情報で、注意点がございます。えー、ログあ、入室いただいてから名前の変更をしていただきたいんですね。名前は必ず会員番号を8桁に変更していただいて、えー、受講の方をお願いいたしますと。マイクは必ずミュートにしていただきまして、カメラの方も停止していただきます。 はい。ちょっとご,ごめんなさい。以上になります。それではちょっと変わらせていただきます。